小三元。小三元とか本能と行けたようなやつですよね。あれ盛り上がってましたね、ちょっと。あそこ上がるかな。ただね、前回はね、ひよったとこあったでしょ、高1から最初の。高1ぐらい。降りたのか、回したのか。回したあれか。あれが。高1で行ってたんだけど、マンスの数は。次の方、よしおじさん。スタンバイお願いします。まあでも、押すのは難しいなと思って。どうぞ、次の方。南区の島根に住んでる。3、4、頑張ろっと。左側使うんでしたっけ、右側使うんでしたっけ、黒2本ですね。右側使うんでしたっけ、左側使うんでしたっけ、左側、ね、まあ、どっちもいいですけど、まあ、基本はそうですね。左さて、頑張ろう。さっきマイナスの席か。ああ、同じ席ですね。そう、ここマイナス席。ここが今なんか暑いらしいです。あ、ここ暑いんだ。予算がここだけはやめとけ。マジかよ。マジか。そんな良くないですか、席。あ、予算が、予算が伸びたんだ。え、ここ 前のは何ですか。前のプレートまだ。マサヤンさん。うわ、ここダメじゃん。ダメな席じゃん。マサヤンさん。この先の見たマイナス60とか書いてあった。ここ曲がってくる。全部覚えてくる。そっちの放送見ててもいいのかな。マジとか。俺の予想は次そこいいと思います。太陽つまじ。え、ここいい。え、ここ。そこ二つ目いい。あ、いいの、マジですか。ああ。最初そっちだったんで。他の人なのと。そう映っちゃう。うん、手配が映っちゃう。あ、そっか、ダメか。そうだよ。何言ってんだよ。コースティング。本当だよね。超コースティング。だよね。めっちゃ見てるね。めっちゃ見てるよ、こいつ。でもこれ、イカ様アリって言った。あ、イカ様アリ。そんな簡単な詐欺には引っかからない。誰が詐欺したよ。ちょっと落としちゃいますね。やりますか。あの
以上で。はい。はい、緊張するなぁ。さっきも全然緊張せんかったので、めっちゃ緊張する。手震えるかも。手震える。手震えるかも、普通に。うちはそうだよな、音声モニタリングもでき、あ、で、できたらダメなんだよ、そうだよ。こういう感じなんだね。で、会話入ってないんですよね、こっちが。入ってないです。了解です。楽しくやりましょう。あ、うちらの会話は入ってないんです。入ってない。あげるしかなかったんですよ。なんて、何がありました。サミセンのステージなんで。泣くんじゃねえよとか。そう。本当にこれも技術のうちです。技術。確かにそれ、決めな自分ですからね。技術のうちです。あんなリーチかけて、いや、聞いたら、せいじさんに言われなければ、リーチかけなかったって言った。あー、なるほどね。そうこっちでも言ってたんですよ。そんな6万点持ちリーチなんて、守るところだろうみたいな、遊んでるだけでしょみたいなこと言ってましたけど。せいじしか勝たん。ワゴンさん4位になってほしいな。女の子上がった方がいいじゃないですか。いやー、まあ、花があるといえばそうなのかもしれないですけど。ありがとうございます。いや、かっこよかったですね。まだ4万点ぐらい加算してたんです、うん、はい、もう途中なんか、E1 切って E1 もう一回持ってきて、持ってきました。9ピン切ってわけわかんないことやってました。わけわかんないことやってました。何やってんだろうと思って。はい。でも結果ね、勝ってたんで。いや、もう結果が全てですから。G2 勝つからね、決勝ですよね。そうです。もう優勝しか狙ってないです。でも、今まで、その、配信麻雀部としては、二人決勝確定ですから。確定なの？うん。もうだって、右父さん。あ、そっかそっか。第1回戦のやつと、右父と俺がもう確定。素晴らしい。ありがとうございます。はい。絶対優勝します。今回は、ま、配信部いないですから。この前のチョンボがすごい、あの、チョンボしてね。でも、もう、何回も、我々と打って、チョンボはもうしなくなったでしょ、さすがに。前回はね。あと、山田さんのおかげですね、あとは。はい、ずっと、教えてましたんで。うん、よかったです。基礎的なやつは。基礎的な。僕、あんま教えない方がいいかなと思ってますけども。はい、あ、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。おめでとうございます。強かったです。いやー、気持ちいいですね。気持ちいいでしょ、めちゃくちゃ気持ちいいです。6万点持ちの、からまくるってことは、まあ、ないですよ。ないですよね。ないですね、なかなか。漫画みたいな、麻雀ですよね。ゴブレー。ゴブレーですね。ゴブレーですよね。100点差。最後100点差もちょっとね、もうちょっとっていう感じでしたけどね。ありがとうございます。素晴らしかったですよ。じゃあちょっと。期待に応えました。はい。実況もちょっと。はい。いや、実況、はい、してください。あ、実況ですか。はい。僕ちょっとね、にわかで、こういうのちょっと人の手配とかよくわかんなくて。何やってんだろうな、みたいな。僕だったらこう打つのにな、みたいな。はいはい、それでいいです。うん。はい。強さを。何してんだろう、みたいな。結構ディスっちゃうかもしれないですね。いいですよ。大丈夫ですか？うん。ちょ、漫画みたいな打ち方をするかな。うん。これ誰が強いんですかね？この女性3人と和道さん。いや、和道さんも打ったことないから、で、うん、女性3人も打ったことないんでね。で、さっき練習でやってたんですけど、調子が良かったのが、ゾメンタさんが結構調子良かったですね。あ、ゾメンタさんが。で、やっぱり、猫さんの方がね、猫たんの方が、やっぱり振り込みマシンになってた。さっきの。結構一発とか積もってたんで、ゾメンタさんね。なるほどね。うん、引きは強いのかな。まあちょっと、今まで男臭かったですけど、一気に花があるような、ね、残宅になってますけれども。もう一番格好がいいのがね、猫タンなんですよ、これ。すごい格好でね。もう、いかにもね、プロ雀士みたいな。わかります。うん、チャイナドレスでね。チャイナドレス気合入ってる。決めてるわけですから。はい。じゃあ見てみましょうか。見てみましょうか。和田さん、ちょっとどうなんですかね。どんな切り方してます。まあ、自敗を切っていく感じですか。うん。まあ、カチャ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 変わってるから、うん、見るのも多くなりますけどね。うん、はい、ペンちゃんずっぽし。決勝任せてくださいね。僕絶対勝つんで。応援お願いしますね、皆さん。はい。うん。よろしくお願いします。見せますよ、決勝。任せてください。ぜひね、優勝していただいて。ええ。ルッカさん人気なのか、やっぱり。あ、ルッカさんね。ねえ。FX の配信者さんらしいですけど。もうちょっと、この方々は打ったことがないんでわからないですけど。あと、ちょっと縦切りで。縦切り。打ち慣れてる感じしますけどね。なんとなーし。あ、ルカさん、手つきが慣れてる。そうそうそう。なんかね、言われてる通り、ちょっと慣れてるような手つ
き。ルカさんね、あんまり打たなかったんですよ、練習の時。はいはい。だから、カメラマンやってたんで、ミリチ君のね、スマホでね。だからどうなんだろう。ちょっとわかんないですよ。もう、ちょっとあれですけど、チーできてる時点ですごいなって思います。ああ、なるほど。あ、チーし、ポンですね。ポンですね。ポンですね。ハクのポンが入りましたけど、ドラは言いそうですね。言いそう。はい。トンパツ。ドラ持ってますね、2枚。ワドさん。これどう活かすかですよね。まあ、こんなのね、役なんか関係ないですよ。ドラ乗っけちゃえばいいんですよ。まあ、スッチーピンで、いっぱい取れますが。ネコタさん結構早そうっすね。いや、もう、ネコタさん。払ってる？テンパイ、リーチしないのこれ。まあ、リーチだと思いますが。リーチしてないじゃん、これ。メンピン赤いちですが。スッチー、はい、あー、リーチ来たね、これ。スッチーピン、リーチ。はい。誰が。いや、ゾメンタさん出るんじゃないかな。誰か浮いてる人います？スッチーピン。浮いてない。スッチーピン浮いてますね、ゾメンタさん。ゾメンタさん浮いてる。危ないよ。ちょっと教えてあげようかな、ちょっと。僕、ゾメンタさん可愛いからね。はい。ねえ。チーピンは丸々山にあるので、うん、で、2枚あるっていう状態を考えると、うん、リーチしましたよ、これ。ごめんなさい。1枚出てましたね、川に。出てる。チーピンが3枚。で、スーピン、うわ、大丈夫かな。スッチーピン待ち。はいはい。これ上がったら何点ぐらいいきますこれ。メンピンドライチなんです。1900点。3900点。ここちょっと上がっておきたいですよね。まあ、スーピン浮いてるわ、これ。うん、ゾメータさん大丈夫かなこれ。切っちゃうんじゃないのこれ。大丈夫？下手に行ったら出る形ですね。これ教えてあげたいんだけど。じゃないですが。うん。ゾメータさん、親。あ、親だね。スーピン浮いてるわ。親だから。大丈夫かな。あ、浮いちゃうぞ、あれ。切るんじゃないの、あれ。どうでしょう。まずは急走行という形で。うわ、あ、大丈夫だ。危ない。はい。まあ、E1 先に落としてたんで。うん。まあ、安牌を、現物の2枚切ったという形ですかね。うん、入った。あ、でもそういうことだったら。スーピン浮いちゃってる。やばい。これ切るか。大丈夫か。うん、一応回してはいますけど。うん、スッチピン積もれない、まだ。うん。これ積もるのが早いんじゃないこれ。どうでしょう。積もっちゃうんじゃないのこれ。まあ、パーワンが先に浮いてるので9番でしょう。うん、はい。2巡目にパーワン切られてるので。ハイパイが良かったね、じゃあね。ネコタンさんね。ネコタンさん、良かったですね、スッチピン。ただ、ゾメンタさんが、ちょっと、うん、6767のマンズとソーズの両面なんで、急走とスーピンが浮いてる形なんですよね。うん、このまま行けば、スーピンが出ちゃう。ワドさんいつなんかドラ落としたんだね。俺絶対ドラ落とさないけど。さあ、来ちゃいましたかー。来たこれ。え？どうなった？メンピン。あー、スーピン来ちゃったの。メンピン赤いチ。あらららららら。さあ、裏条件ですが、裏乗らないですね。切っちゃったこれ、ダメだよー。3900点。3900点。はい。まあでも、あららららら、あの形だったら浮いてましたね。浮いちゃうからね。うん、リーチかけちゃってるからね。でも親だったからしょうがないか、やっぱり。まあまあある程度は、まあトンパツですしね。うん。うん、でも案外女性陣のレベルが今回高いですね。高いですね。高い。はいはい。チョンボなしで今のところ。うん、1122の形から現物で合わせて回し打ちができている時点で結構高いかなと思いました。うん、少なくとも。ザンクなのね、今の。少なくともたまちゃんさんとかは、チート室ができない状態で、うん。そうですね。はい。で、やってたわけですから。さあ、トン2曲ですね。ああ、トン2曲。トン2曲。トン2曲ですね。ドラリャンゾーです。ドラリャンゾーです。はい、皆さん頑張りましょう。ハイパイどうでしょう、皆さんの。うん。誰が一番ハイパイいいだろう。そうですね、手つきが、なんか、切り方がね、うん。ゾメンタさんかな、ルカさんが、ちょっと。あ、でも同じぐらいかな、ちょっと。ワドさんも甘いか。あ、同じぐらいか。あ、入ったね、ワドさんが。いいところ。さあ、うん、どうでしょう。皆さん。チョンボこれ見とかないとダメですね、こっちで。こっちで見てるんですか、チョンボは。うん、あっちで見てくれてるんですか、まあ、見ますけど、うん、こっちでも。さっきのちょっと物言い入りましたけどね。いや、箱下から。いや、箱下にリーチっていうのは。競技ルールは OK なんですよね。競技は OK ですけど、フリーではまあありえないので。ありえないんだ。じゃあ、チョンボだね。ない状態で、ええ、その、
展望がない状態で、リーチするっていうのがありえないっていうか。ああ、はい。ちょっと聞いたことないですけど。なるほど。大会だ、チョンボ。前回の大会でチョンボ3回やって、あげたけど、ああ、そう。そうなんです。僕ね、どういうチョンボしたかなと思って。知らない。覚えてないですね。知らない。振り点かな。振り点結構してたんですよ。ああ、振り点でローンしてってことです。うん。多分、ローンしちゃったんだよね。うん。でも僕、前回の、放送見ましたけど、みずにゃんさんが6万点から振りまくってっていうのはちょっと、よかったですね。まあ、今回いらっしゃいませんが。そうですね。すごい怖かったですよ。でも、いきなり、この実況席から、はいはい、ぴょんなんとか、ぴょこたんさんがいきなり飛んできて、うん、はいはい、はい、チョンボーとか言って、何と思って、なんか犯罪でもしたのかなっていうぐらい。はい、チョンボーみたいな。めちゃくちゃ怖かったっす、あれ。はい。2回ぐらい飛んできて。ぴょこたんさん弱いですからね。さあ、ねこたんさんが、んちゃんを払っていて、さあ、テンパ早そうなん誰ですか？一番早そうなのは和藤さん、ね。和藤さん早そうっすね。1、2、3、4、7、7。そこを通して単葉。はい。つけに行きましたね、単葉をね。僕好きな手配です、あれ。男一人ですからね。ここは勝たないと、やっぱり。ちょっとね。ねえ。女の子に負けるようじゃダメですよ。詐欺師なんでね、気をつけないといけないですね。ちょっとチョンボとかするかもしれないんでね。まあいいですよ、チョンボぐらいはもう。手つきがね。見ましょうよ。ね、さあ、和道さんは、はい、もう。これ貼ったの？これ、和道さん。和道さん貼ってないです。貼ってない。メンツオーバーの形です。メンツオーバーか。はい。あ、ほんとだ、メンツが多いね。こういう時困るんですよ、僕。どこを持っといたらいいのかなって。そういう時は、相手の、その、まあ、持ってそうな手配はわからないから、少なくとも顔を見て、一番少ない方を切ればいい、ね。なるほど。はい。ルカさん、赤ウ入りましたね。はい、持ってきます。あー、来たよ、ね。サブロッキューピンの3面ちゃんできました、ね。どうしますこれ、どこ切りますこれ。山さんだったら。まあ、順当に行けば、急走が出てるわけですから、茶走から払っていって、パス走で、が一番広いですけどね。うん、あ、そっちか。6急走の方を持っていった。そっち切った。なんでなんで急走入っちゃったらこれ単葉つかなくなるじゃないですか。そういうの考えてないですね。でも急走の方が出やすいっていうのもありますが、あともっと言うと赤がありなので、ああ、なるほど。急走払っちゃうと入れ替えができないですよ、なるほど。層が。っていうので、やっぱり、チャスオとパスを払うのがセオリーなんでしょうが、うん、まあ、急走1枚川に出てますからね、うん、2枚目出ましたんで、これで積もってくればリーチですよね。残り6枚になったわけですから、やっぱりサブロッソの方がという感じですか、ね、2-1引いてきましたね、これ。はい、ウーソー切り、積も切り、これ待ってる時に自配とか持ってきた時はもうすり替えた方がいいんですよね。うん。まあ、どうせいらないんだったら、ね、安牌でリーチかけれる方が、やっぱり、気持ちに余裕が出る。ね、気持ちというか、その、うん、その順目でリーチかかった時に、うん、ウーソーよりやっぱり自配の方が当たりにくいので、うん、同じいらないんだったら、うん、自配の方の方がいい。と、思います。うんうん、そうですね。うん、まあでも、早切りという、急走端っこだから、うん、ただいらない歯を切ってるだけで。うん、さあ、こちらも川釣りアンシャンテン。うん、イーシャンテンですね、これ。イーシャンテン。失礼しました。まだいい。いいですか？あ、ちょっとこれ、出ました。ありがとうございます。ここ吸えるんですか？ここ。いや、吸えないです。ありがとうございます。ちょっと、うん、飲めばいいします。いや、僕はちょっと、お酒は飲めないんだ。あ、そうか、そうか、飲めないんだ。すいません、じゃあ皆さん、KB でございます。KB! よいしょー。よいしょー。さあ、こちらだけ、お花畑みたいな平和な感じですけど。うん。うね、うん、KB、ありがとうございます。KB。KB、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、みんな眠くないの？ 4 時だよ、もうこれ。すごいね、みんな起きてくれてるの。いや、もう自分ありがたいですね。20時間ぐらい打ってるじゃないですか。うん、誠治さん、うん、KPR です。飲んで飲んで付き合えないかな、もし、うん、さあ和道さん、テンパりました。テンパった。
いいところ持ってきますね。急走じゃなくて。ららはい。何町なのかな、サブロッキューピン町ですね。あららら、すごい町になっちゃった、これ。サブローピン高め。あららららららら、めちゃくちゃいいね、これ。これはな、んダマ。ダマ。なるほど。ピンフタンヤオって感じ、うん、なんでダマ引いた、ん和道さん2万5千。詐欺師だからね、やっぱり。これ、ダマる意味あるかな、だから詐欺師だから、これ、ダマになっちゃうんですよ、やっぱり。でも、まあ、捨て牌が。騙すのがね、得意なんで。いや、サブローピンが。詐欺ですよ、詐欺師。これが詐欺師の、マージャンです。まあ、詐欺マージャン。ピンフ出てないから、出にくいって思う。詐欺マージャンです、これが。リーチかけないんですよ。正々堂々っていかないんですよ。あー、ロンですね。あー、リーチかけないのが分かったんじゃないこれ。ねえ、バカだわ、ほんとに。ん？え？あれ？気づいてない？ん？え？ああ。単品ですね。ドヤ顔ですよ、このドヤ顔。引っかかったな、俺の詐欺にみたいな。でもこれだったら、これ2000点ですけど、まあ、リーチかけてたら、かけてたら裏で。まあ、3品切るかどうかは別にして、うん、まあ、8000点だったわけですからね。うん、まあ、一発はちょっとやりすぎですが。うん、詐欺成功ですよ、これ。うん、ねえ。2000点ですね。2000点しかもらえない、これ。うん、これはリーチだった。うん、三面ちゃんですよ。三面ちゃんでリーチで、あ、僕らのいつも麻雀やってたこれ、オープンリーチやってもいくんですよ。ね、オープンリーチこれなしですか？なしですけど、僕たちの今いつも麻雀やってたこれ、オープンリーチ級のすごいいい街じゃないですか。まあいい街ですよね。ねえ。つもじもまだいっぱいあったし。はい、うん。あれをダマってのがわけわかんないし、トップ目だったらいいですけどね。そうですよね。うん、2万5000点持つ。うん。被害者出ました、これ、詐欺。詐欺師 なんでダマだったんでしょうかね、なんでダマだった出ないと踏んだんでしょうかね、うん、はい、いっぱいはどうしよう、3年ちゃんだったらリーチでよかったような気もします。トン3曲ですか、うん、親が誰になります、はい、親が、誰ですこれ、親は、親はルッカさんですね、ルッカさん、うん、ルッカさんなんか手つきいいですね、ドラが何になるんですか、これドラが、ドラは3ワンです、3ワンです、はい、誰か、あー3ワンすごい持ってる、ゾメントさん、あらららら、めちゃめちゃ持ってますね、あらららあれ勘できんじゃない、あれ、いや勘はしないです、しないの、333345の形で、あらららルッカさんすごいじゃないこれ、まあ満願かって、びちょびちょなんじゃないですかこれ、ルッカさんこれです、なんか一役つければ大丈夫ですかこれ。さあ、どうでしょうかね、これ。これ感じちゃってんじゃないですかこれ、もう。ゾメンタさんが。さんしかも、もう、4枚全部使えてる形ですからね。もうびちょびちょだ、これ。暗号と、瞬図で全部使えてる形で。ルッカさんこれ、まあ、しかも、両面待ちになったこれ、両ピンでしょう。ポーカーフェイスできてるんですかこれ。これ、ドラヨンです。いい形ですね、かなり。ドラヨン。役は何ができそうですかこれ、ゾメタさんの手配だと。まあ、鎮逸ですかこれ。いやいや、鎮逸まで行かない。行かない、行かない。そこまで育たない。行かないと思うけど。これ何だろう。まあ、リーチドライオンって十分ですけど。ああ、リーチドライオン。まあ、裏乗ったらもう跳ねます。これやばいですよ、ゾメタさん。で、ワンチャンその、これ入れ替える、リャンピンと入れ替えるでしょうね。おそらく。で、まあ、タイヤオがワンチャンついたら、まあ、跳ねまんですよ、ね。これやばいですよ、これ。ゾメタさん。こっからがね、遅いんですよ、いつもね。これはもう普通に、順当に暴転即利しかないですね、誰が打っても一緒になるでしょう。すごい綺麗なドラ、これ。これハイパイでこれだったのこれ。積もってきたの、ね、ハイパイで？ハイパイで。4枚あったのだと思いますね。すごいな、これ。さあでも、猫たんさんも早そうで。これ顔の表情見たいな、これ。ゾメンタさん。そうですね。ニヤニヤしちゃってんじゃないの、これ。いや、そんなポーカーフェイスじゃないんですか。そんなザルみたいな感じ？これ、だからテンパイも持ってったらすごいですよ。まあ、これいいわんですよね。猫たんさんも、リャンシャンデンですか、これ。メンツオーバーの形ですね。ゾメンタさん、一番、あの、ビリデンですよね。今1万9000円でね。で、トップが猫さん、猫たんさんで、これ、チャンスですよ。ビリから一気に。でもこれ、赤引っ張ってきたんで、もうこの時点でハネマン確定ですが、あらら、赤引いた。使えない形、使えない、使えない、これ。どっか落とさないと。あー、切っちゃうか、やっぱり。切っちゃうか。まあそうですね。頭がない形なので、にゃんめんにゃんめんの形なので、いい形ではありますけどね。ドラゴですよ。いや、まあ赤切っちゃったんだ。持ってたらドラゴン。ドラゴン。ドラゴンですよ。
うわー、やっぱ早上がりに徹するか。ちょっと。ドライオンあるし。とねー、っていう形でしたね。張った、張ってない、張ってない、張ってない。はい。頭がない形です。両面両面の形で張ってはいないですね。ゾメさん上がってほしいな、これ。そうですね。ゾメさん、詐欺師を倒してほしいな、これ詐欺師を。マンズのチッパー、ピンズの5、6で、ちょっと両面両面の形で頭がない状態なんですよね。これ裏、すごいドキドキするね、これ。どうするのこれ3ワン。さあ、どうでしょう、ダメですね。ダメ。はい。さあ、嘘を持ってる。嘘を持ってる。ダメったか。だから言ったでしょ。しょうがない。いや、でもしょうがないです、これは。で、ハイ効率的には嘘を。俺だったら持ってるよ。ほら、怒ってる怒ってる。怒ってる怒ってる。でも、これはしょうがないですね。だから言ったじゃん。いや、でもね。なんで切っちゃったの、赤ウー。ドラゴンだよ、あれ。ハイ効率的には。関係ないでしょ。間違ってはいない。ドラは最後の最後に持ってかないと。ドラは恋人。うん。愛桜井翔一。うん。まあ、ダメだよ。でもね、なんで捨てちゃうのあれ、ドラゴン。いや、でも、あれ、しょうがないです。うん。ハイ効率的にはもう、しょうがないですもん。うん。恨めハイ効率なんてか関係ないんですよ、マージャンなんか。そうですよね。ね。好きなの。だから、点数をいかに高く上がるかっていう。手配でね、もうドラは絶対に離さない。欲しいの持ってくればいいだけですもんね。積もってくれば。簡単なゲームですよ。欲しいの持ってくればいいだけなんだから。なんで、もったいない。いや、でも僕だって愛してます。あれね、だって、嘘を持ってたら。すごい好きだった彼氏ね、振っちゃってね。で、また、ね、入ってきたのにもったいないって言っても、遅いんですよ、別れたらもう。戻れないんですよ。受け入れの広さが違うのね、好きだったらもう最後まで持っとかないと。いや、そうですけど。LINE はね、ブロック削除しちゃダメなんですよ、だから。マンズの6、7、8、9とピンズの4、うん、5、6、7を、が来れば、もうテンパるんですよ。うん、でも、ウーソーは、ウーソー持ってこないとテンパらないので、効率悪いですよね。うん、赤とはいえ。うん、ということで、ウーソー切ってるんですよ、あれは。これ、ゾメンダさん、すまないだろ、これ、こっから手がさ、あと何を引いてきたらいいの、これ。6、9、1。6級1、スッチーピン。頭がないのか。6級1と、チッパー1と、スッチーピン、あら、入ったぞ、入ったぞ。5、6。これ短期待ちなの。頭がない、頭がない。短期待ちになっちゃう。どこ切る？どこ切る？おそらくリーチしないんじゃないかな。これ、捨て牌的に。どこ切るこれ。パワー1もって感じだ。まあ、C1、パワー1の短期待ち。まあ、切るんだったら外側の方がいい。C1 なんでしょうけど、切るのは チーワン としてもリーチはかけない。一巡待つか、一巡待つ。どうだろう。リーチしちゃうか。それは待った方がいいんじゃないか。短期待ちは来ないぞ。でも数層どうする、迷ってるだろう。数さあリーチ、ね、あーリーチちゃった。かけました。川はあるの？パワーワン出てる？出てない。出てない出てない。じゃあ積もれるかな。だから今、持ちが一枚だから山に二つある。ってことになるので、ワンチャン自敗が良かったんじゃないこれ。とか自敗だけじゃなくて、まあ数層とか、数層持ってきたら一層になりますし、まあローピンとか持ってきたら、待てないんだね。ローピンとか、ゾメンダさん待てない女の子だわ。待てないんだ、もうねドラのねドキドキでもう抑えられなかった。はい。で今数ピン持ってきたんで、数ピン持ってきてたら、まあスッチピン待ち切り替えられたね。なんですけど。まあちょっと待てなかったんでしょ。待てないでしょ。上がりができない形なので。で、しかも、リージ、ドラヨンの形なんでね。ここら辺は、人にはよるかもしれないですね。リーチ、だってまださ、ツモ順まだあるでしょ？ありますあります。もうちょっと、一順待った方がよかったんじゃない？もう2、3順。9順目なので、まだ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 、全然。じゃあ、ワドさん直撃したいですね、これ。今の時点で何点ぐらいですか、上がったら、これ、ゾメンタさん。じゃあもう漫画確定。漫画確定ね。裏が乗って跳ねまんですね。リーチドラよ。これはもうドキドキしてんじゃない？まあ、漫画確定ですからね。さあ、どうだ？さあ、ルッパさんリーチ。ルッパさんリーチかかりましたね。ウッパソー。どっちが強いか。ウッパソーに負けるか。いや、ウッパソーが負けるだろ。ですね。これ上がれないんじゃない？これ。ただ、あれあれパスを引いてっちゃった。引いてさあ、一発で決まった。ダメー。さあ、行きましたね。ダメだった。面ピン一発。あらららら、ドラヨンが。面ピン一発ですね。あら、親しかも。うん。
裏乗ったの？うんうん、乗ってない。5800です、ね。あらららら、ら、これはもうイライラしちゃうんじゃない、ルッカさん、これ。これはしょうがない。あの、ゾメンタさんね。気もしなくも。あららららゾメンタさん、かわいそうに、これ。5800。ドラヨンが。でもこれは、しょうがない気もする。ここが勝負の分かれ目でしたね、今日のこれね。いや、わかんない、わかんない。いやいやいや、もう勝てないですよ、これ。このチャンスを生かさないと。まだトン三曲ですけど。だから待たなきゃダメなんですね、麻雀ってね。待てない人がよう言うよ。一番待たないじゃないですか。確かに、確かに。冒天即輪の申し子みたいな人がよく言うですよ。そうなんですよ。はい。待たなきゃダメなんですね、やっぱり。待ちが多い方が強いんですね、やっぱり。いや、でも、ルッカさんもよく、まあ、親番中とはいえ、上がり食い取りましたよね。そうなん、赤捨てちゃったからね。あそこでもう、だって頭できてたわけでしょ？いや、でも、運送は、うん。捨てるかな。捨てちゃう？次引っ張ってきてんのよ。頭完成してんのよ、だって。うん。だって、合計8種類の街がある状態なので、運送は1種類4枚と、うん、あと何か。うん。4種類なんで、うん。8種類か5種類かって言ったら、やっぱ8種類の方を選ぶわけですよ。うわぁ。まあ、基本的に両面、た、あの、二枚組、ターツっていうのは、うん、あの両面が最強なので、うん、結果的に短期待ちにはなりましたけどね。うん、いやぁ、あれ待たなきゃダメよ。90目でしょ。まだチャンスあったよ。待つ人もいると思います。うん、俺だったら、もう自敗だね。自敗引っ張ってくるね。ただ、それでパーワン出ちゃったら、うん、まあ、リーチかけてないから出たっていうのもありますけど、うんうん、ちょっとね、うん、どう、もったいないな。もったいないですね。思うから、うん、まあ、リーチかけるのも、まあ、間違いではないですよね、うん。そりゃないわっていう手ではない。うん、でも、誠司さんは、うん、そりゃないわって言って山ほど打つから。そうなんですよ。そうなんですよ。猫たん。解説、解説。猫たんさん。うん。だって、解説するような、うん、そう、さっきはね、ちょっとドライオンとかの手がありました。そうなんですよね。もうバクバクしちゃうっすね。お叱りを受けましたけど、うん、まあみんな平等にね、解説しないとダメですけど、うん、まあルッカさんいいですね、やっぱ、うん。ハイ効率も何たるかが分かってるような気しますね。うん、なんか手つきも。あと、は？あれ？いいピンずらした。ちょっと待って、なんで Q1 押してないんだ？ Q1 押してない。びっくりした。なんで Q1、3式も何もないようなところから。うん。うん？9番残す意味なかったよね。あ、ザメンタさんハイパーいいなぁ、うん。あららら、入っちゃったよ、あらら。まあ、これ1個しかないっす。あらららら、白してるかな、やっぱり。うん、これはそうでしょうね。白してて、いいシャンテン。うん、リャンシャンテン。リャンシャンテン。ネコタンさん、いいとこ入ってきました、これ。どうですか、これ。チュン切りかな、まあ、9ピンか9番か。9番切り。チュンか、1枚出てますからね。うんうん、ルッカさん。あ、ごめんなさい、ザメンタさん、いいシャンテンですね。いいシャンテンでしょ、うん。うん。パーワン、ウッパー、ピンク、ワドさんが、ですね。トンと何持ってますね。うん。うん。ん？ペイを捨てた？ペイ捨てましたね。ゾメさん。あれは、だからすり替えたらよかったですね。3ピン。いや、3ピンは、両面待ちになるから、うんうん、あの、シャボ待ちの可能性があるんですよ。ああ、そっかそっか。うん。だから、3ピンとかで数ピンとか引っ張ってきたら、うんうん、ま、最後、ウーピン引っ張ってきたら3面ちゃんにもあり得るので、うんうんうん、ピンフを見てるってことでしょうね。ローワン来た。うん。で、これだったら3ピン、あの、叩いて、うん、ああ、3ピン落としましたね。はい。で、チーワンの受け入れを持ってくるってことでしょうね。うん。うん、まあちょっと、鎮逸までワンチャン伸びるかなという感じもなきにしもあらずですけど。あ、いいとこ入った、ルッカさん。56入りました。はい、どこ落とすこれ。シャボ待ちにしちゃうか、やっぱり、うん。これはローピンでしょう。うん。シャボ待ちか。うん。数ワン浮いた。切る。リャンピング入ってこないね。そうですね。ゾメタさん3万持ってきたよ。そうすると、3、4、5。いやー、この形だったら。うわー、こっち行っちゃったか。3万でしょうね。3万切る。うん、C1 の形は残しておきたいですから。うん。
損切った。はい。まあ、そうでしょう。猫タンさん3分。来ましたね。あ、来た来た来た。これ9ピンかな？いや、リャンワンから。リャンワン切る。あの、9ピンドラなんですよ。あ、ドラなんです。そうだ。そうか、そうか。よく見ましょう。あ、なるほど。9ピンドラなんで。ドラね。はい。先にドラ恋人ってさっき。ドラ恋人ですよ。絶対捨てたらダメですよ。ね。はい。テンパイまで切らない、うん。ジャンキー流か、どこのジャンキー流かよくわからないんですけど。あ、そっち引っ張ってきたか。で、いいピン切りか。はい。さあ、いいシャンテンですね。いいシャンテンですね。発想待ちですね。また3万ですよ。まあ、これはそのまま3万でしょう。うん。太陽つきますね、これ。すごくいい形ですね、これ。ん？迷ってる。なんで迷うんだろう。うん。うん、C1 が早く入ってくればね。ルッカさんもドラ切るからまだまだやな。うん、多分、うん、ま、ドラは2枚持ってたらドラドラになるからだけど、うん、ドラ1枚しか使えない形だったら、タンヤを取っても、うん、ドラを取っても、まあ、点数変わらないから、うん、だったらピンフ取った方がいい。タンヤをとピンフ取った方がいいってことなんです。何を引いてくる。ここさあ、テンパりまして。テンパって。テンパイに取らない、ウーピン切りでカンパッソーですね。ですが、うん、テンパイに取ら、スチーソー待ち、どういうこと？いや、テンパイ拒否しましたね。カンパ、パッソーが1枚枯れですけど、残り3枚ですが、テンパイには取らない。どういうことだ？どういうことこれ。和道さんの手配がちょっと。テンパイ。急走切った今。ギャンウーピンが見えてないし。頭はあるよね。なんでパッソー拒否したんでしょうかね。なんなんだろう。これはやっぱ、ウーピンに繋げたかったのかな。なんで？スーピン、ローピン入ってきたら、両面待ちになるから、ちょっと。いや、だって、4567、457の形だから、三蔵とか持ってきたら、両ウッパッソーじゃないですか。うん、だから、テンパに取らない理由がないですけど、うん、じゃウーピン残しておいて、スーピンかローピン持ってきてってことですか、うん、いや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 。だったら、ウッパッソー、サブロッソー待ちの三蔵が三面茶の方持って、ってた方がいいんじゃないの？あったかいね。じゃあ、差し頃なーで持ってて、とりあえずテンパイ取るでしょ。俺も取らんわ。どういうこと？誰がトップなの？いやいや、ちょっと、あれ見て。和道さんが、今、急走捨てたのよ。で、カンパッソーの、うん、まあ、テンパイ取らずに、急走捨ててんの。うん、あ、ウーピン切らずに？うん、そうそうそう。これ、うん、ちょっと理由がよくわからない。で、今、リーチかかったけど、リーチかかる前ね。だって、三蔵を引っ張ってきたら、リャンウッパッソー待ちになるし、ウーソー持ってきたら、サブロッソー待ちになるし、ちょっと、んと、んまあまあ、じゃその、回したってことでしょ。ちょっとよくわかんないね。カンちゃんでリーチはかけなくていいけど、リーチをかけないにしても、テンパに取らない理由って何かあります？どういう理由で取らないの？まあでもパーソー。うん、パーソー1枚枯れ。なるほど。でも実際パーソー順からじゃん。あ、1枚しかないんだもん。うん、でもそこまでこの捨て牌、皮で読めます？まあ上も、でも、これって、ソーズのほとんどの、4種類で、まあ、ドタカメ3面茶になるわけだからさ。パーソーね。取らない理由はないけどな。ピンズがいいと見たって、ま、ピンズ引っ張って。まあ、でも、ピンズが今一番パンや。今からピンズを、テンパイ崩して、両面になる可能性にかけたっていうことですか？8種類より4種類ですよ。しかも4種類の中の両面になる確率は2種類しかないわけですから、ちょっとどうかなと思いますが。さあ、あ、そんなこと言ってもね、その人のセンス次第ですから。そうだよ。うん、正解なんてないんだよ。確かし。この解説者大丈夫か？いや、じゃあ、テンパイ取らない理由を教えてくれ。逆に。むしろ。高くなるわけでもなく、点数が。ドラが絡むわけでもなく、
天杯を取らず三子がつくわけでもなく。お、あったじゃん。取りましたね。これ、行くのこれ。いや、自分が全部正解だって。だから、天杯取らない理由って何があるの？いやー、これ三蔵水槽のシャボ？うわ。もうやっちゃってるよ、この人。お前ティッシュ。うわ、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 うわ。お酒こぼしてもほんとに。やっちゃってるよ。ちゃんと周り見ないと熱くなりすぎだよ、コメントぐらいに。ねえ。ちょっと二周な人がもう自分が打てると思ってる人多いからね、ほんと。いや、でもこれ三蔵水槽、あー。あー、出ちゃった、ね。はい、ドメントさん上がりましたね。バーキン。カンチーバン。リーチ。ドラ。で、ローソー切ってるっていうことでしょ。じゃあ、両面で待てたじゃないですか。ちょっと二重な感じしましたね。よくないよ、そうやってね。人のことを、二種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 言うのは。自分が言ってたんじゃない。まあ、ピンズ見たんじゃない。ありがとうございます。さあ、じゃあ次行きましょう。もう、過去は引っ張らずに。さあ、これで点数が平田くんになったんじゃない？ちょっと。そうですね、トンラス。ラスが上がったんだ。和道さんの親ですね。まだ全然あるよ。うん。全然いけるね。平たい。うん。どうなの女性陣は見てて。あのね、ルッカさんが一番上手な気がしますね。あの、アリニャン似てる子？あの、マスクの黒髪。アリニャンさんがわからないけど。あの、黒マスクの。見てても。やっぱそう、そっか。でも、なんか、ちょっと、怒られそうですけど、女性ってすごい、そんなに打てる人いないんだろうなと思ったら、皆さん。お、ワドいいじゃん。ね。ドラは今まで、その、会った、出会った人がひどかったのかわかんないですけど、うん、チート率しか知りませんとか、うん、で、平気な顔して出てる人とかいましたんで。まあ、ユダも結構ひどいけどね。うん、これは。チョンボも出てないですしね、今日。そうだね。うん。でも、それだけでも大したもんなんじゃない？確かに。うん。ちょっと、それを褒められるかどうかは別にして。うん。なんか、みたいな手はないですね。おぉ。うん。さっきの高橋のおっさんとかの方がよっぽど意味不明でしたけどね。そうね、あのおっさん。刺し頃なで数層引いて数層切るってね。うん。お。はいはい。もうこれでね。完璧じゃん。マサはチョンボだろ。まあそう思うけど、もういいじゃない。なしってしたんだわら。さあ。ん？なんか泣きましたか？初の泣いた。はい、初の泣き。で。でも、そんななんかおかしいな。え、両面外してよ、ワド、今。シャボでこいつ上がる気なの、普通に。いや、今のは、ないね。ないよ、うん。普通にまあ、スーピン切りじゃないの。ないね。どう見たって。まあ、スーピンかリアンザどっちかでしょうね。この皮だったら、まあ、スーピンかな。スーピンかリアン、まあ、リアンザでしょ。スーピンかリアンザか、どっちかになるはずですけど、シャボを受け入れる。さあ。ってどういう、ん？ローピンチーピン手出しだったら、まあ、トイトイだろうなって思いますけど、思わせてどうってこともないですからね。絶対ミスってると思う。2種4杯か、2種8杯か。
だったら。さあ、イーシャンテン。うん。まあ、悩むとこでもないでしょう。なんか、おかしな打牌ってあんまないですね。ああ、うん。さあ、シャボになりましたが、これ、ウッパーピンでよかったんじゃないですかね、これ。うん、スーピンでアンゾーにする理由ありますかね。さあ、和藤さんが転牌しましたが、スーピニアのシャボーですね。うん。おー、なぜかあのウーワンをね、大切に持ってるけど。ポンできる形で、イーシャンテンからポンできる形にしたで、両面待ちを拒否るっていうのは、もう、ないです、それは。降りたのか。うん、だ、でしょうね。和藤さん今何点ですか ?27000点。うん、まあ平たいですからね。はい、糸引っ張ってきましたね。一数は待ちで転敗です。ましてやね、窓1000点だからね。うん、面品ですけど3式まで見えますが、ちょっとここから見ないでしょう。ましてやリャンゾーってドラの切りでリーチですね。筋牌だから白猫さんリーチです。まあ一数は待ちですね。一数は勝ちじゃねえの。うん、順当に見たらそうでしょうね。ただ、まあ、リャンゾースーピンっていうのも、スーピンがもう順からなので、リャンゾーっていうのは山に2枚ですか。リャンゾーですね。山2ですね、リャンゾーが。ただ、椅子は結構、こう余ってるんじゃないですか。山5ですか。はいはい。山5ですよね。結構余ってますね。山に5枚。まあ、確率的に言えば一数案ですが。このルッカさんって人ね、でもちゃんと分かってんじゃん。分かってますよね。ちゃんと打ててんじゃん。打ててる、打ててる。やっぱトップ目だから降りる。さあ、持ってきた。さあ、当たり、はい。さあ、止まるか。当たり持ってきましたね。これ、まだ出すでしょう、多分。さあ、出すんじゃないこれ。数万。これ出すね。またぎ筋だけどね。まあ、一数万。さあ、止まるか、またぎ筋。止まるか、止めたらまあ、大したもんでした、ね。やっぱ止まんないね。はい、ローン。メンピン、ドラ1、裏が、ちょっと見えないですね。あ、乗った。漫画。はい。キラゲ漫画でいいんですよね、これね。うん、8000。はい、8000。あれ、止めるのはね、ちょっと難しいね。うん、数番は。さあ、難入でございます。あれ、止まったら逆にね、すごいよ。俺だったらちなみに止まってたけどね。ちなみに俺は止まる。まずあんなクソみたいなシャボのね、1000点なんかいかないし。なあ、だからウッパーピン待ちでよかったってことでしょ。うん、そう。まあウッパーピンでもどの道上がれてなかったけど、うん、でも確率的にはね、これで変わったんじゃない。さあ、お、ラスがトップになったよ、さっきまでの。確かに。まくった。さあ、ルッカさんが現在トップ31,800点持ちですか。でも、平たいは平たいですね。難発ですが。控え室からね、どうしても和道さん負けてほしいという声がありましたけど、今。誰？あ、その、猫間的な。いや、多分右父が言ってたから。父耳ちょっと呼んでこようか。うん、どうしても負けてほしいって今言ってたよ。なんで、うん、そんなバッチバチなの。嫌いなんじゃね。わかんないけど、ちょっと呼んでいきましょうか。やっぱ女性が勝ってきてほしいんじゃない。やっぱ一人ぐらいは決勝に。わかんないけどね。じゃあ右父さん、はい。あと猫間さんも。いや、それは座るとこないけどね。拾われたもん。今拾われちゃったもんな、完全に。あー、なんか、和道負けてほしい。いや、負けてほしいでしょ、そんなの。なんで、なんで、誰がどう見ても負けてほしいでしょ。だからなんで。いや、うん、まあ、その、和道さんが詐欺師とかは一旦置いといて、うん、単純に、うん、単純に、女性上がってきてほしいじゃないですか。あ、ちょっと閉めてください、やっぱそういう理由か。欲しいでしょ。
なるほどね。あ、花が欲しいってこと？あそこが、マサヤンとかだったとしても、単純に女性買ってほしいっすよ、ね。なるほどね。あと、ルッカさんのリスナーさんからめちゃめちゃ有料アイテムもらったんで。え、じゃあ逆に右父が和道の席座ってても、じゃあ負ける？それは勝ちます。最低だな、お前。それは何それ、お前最低だよ、それは。自分は勝ちにくくせに、ね、人には負けろってな。待ってる奥さんがいるんで、俺は。何ですか、ありえない。勝ちますよ、そりゃ。ありえない、その発言は。人に負けろで自分は勝つみたいな。勝ちに行くって。さあ、和道も一緒だよ、そしたら。うん、そりゃそうでしょ。そりゃそう。でも、あんな変なね、薬杯のみのシャボマチって。そうね、それは思った。あれで漫画降ってるような。あれ、やんめんまちするシャボを選択したからね。やんめんまちするべきだよね。うん。その前もなんかテンパイ取らずに。あ、そう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 。そうね、あったあった。あれ、なんかあれもちょっとわかんなかった、ね。一般人と思考回路違うんで、なんとも言えないですけど。あれ絶対取るべきだよ、カンパスを、ね。どうなの、彼女目線。あれ絶対カンパスで取るべきだけど、中で、でも、リスナーの中でも、あれ取らないだろうとか言う、二周な。いるんすね。いや、二周な人いるのよ。理由がわかんなかったですよね。理由わかんないでしょ。だからカンパスの理由を教えろって言っても誰も言えないから。あれはびっくりする。だから2回連続で結構、びっくりする打ち方してるんで。あれはパス、ちょっと、そうだよ、ね。ただ控え室でやってる時僕、和道さんにボロ負けしましたからね。あ、そうなの顔がじゃなくて。マージャンで顔は勝ちました。あんま変なのついてないんで、僕顔に。カンパースは取らない。だから理由は何なのよ。まあでもカンパースを取るね。うん。絶対取らない理由がない。取ると思うけどな。リーチかけなくてもいいけど、取らない。3面待ちになるしね。その取らないメリットがあるんだったら、点数高くなるなるわけでもないですもんね。そうなんですよ。ドラが絡むわけでもないし。無理やり単位をつけに行ったとかそういうのでもないし。ないし。で、バドのこと嫌いなの？まあどちらかといえば嫌いですけど。なるほどね。いや、詐欺師なんで。詐欺師詐欺師と付き合ってる人なんですか？詐欺師言われてるよ、ちょっと。いや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 、まあ、詐欺師裏で、いやでも、私も、みんなだった。あ、詐欺に加担してる。だったら、和道さんに負けた。手広いのが、パッソーのテンパイなんだって。いや、普通にだから、これ今、何一曲？何一曲ですね。流したかっただけじゃないですか、なんか。ヤマトもしつくんだよ。流したかっただけ。そう。でもみんな、だって発想に取るって言ってんの。流したかっただけで8000点落としてますからね。そうだね。ヤマトもそんな上手くないし、ちょっとかかってきた。ワドラスになっちゃったもんね。うん。ちゃうから。もう結局、ラストを取ってるってことは、まあ。やっぱり理由があるよね。そんな下手ではないと思うんで。わかると思うんですけどね。そうなんですよ。だから、後から理由聞きたいです、本当に。理由わかんなかったね。打ってる時は、ワドさん上手いなと思ったんで、か、もしかしたら本当に、女性のために、こう、わざと負けようとしてるかもしれないですよ。好感度上げようとして。僕の枠でアンケート取った時、カンウーピーの天敗。ワドさん、好きか好きじゃないかでアンケート取ったら、はい、カンウーピーの天敗ですか。ロメンダさんね。90% でしたからね、90%。ここで好感度上げてくる。ヤマトにでも順目考慮してるからパスを引きなんだよ。最初だったら私も。順どれ？そんなじゃない。ちょっともう。割と好感だったと思うんだよ。二周なやつが多いなマジで。モテると思い切ってね。まあ、でもウーピン山にあんじゃない？めちゃくちゃ。四枚あるよ四枚。じゃないですもんねみんな。いやいや。山四。あんなでパス取らない人いる？メイジさんパス取るでしょあれ。ありがとうございます。取るでしょ。取らない取らないって言うからみんな。取らない理由あって。理由があるの？なんか、順目勘違いしてるとか。いや、順目を考慮してパスを取るっつうの。お、ウッパーピンになった。させてほしいけどな。ちょっとよくわかんない。だから打てる気になってるだけでしょ。さあ、これ、ピン、ちょっと待って、これテンション上がりますよ。つもりすあんこですよ、ルッカさん。あ、そうなの？ルッカさん、つもりすあんこです。まあ、ほんとだ。リーチはかけてないのか。うわぁ！いや、でも、もう、つもせにてしてんのかな、ルッカさん。でも、リーチした方がいいんじゃないですか。そうですよね、普通に。つもせにてしてんのかな。わ、もしかしたら、すあんこ探求を見てんじゃない？いや、見るわけないでしょ、ここから。こっからどうやって見るのさ。
えだって積もったらもう、ね。ワンコールんだよ。あ、そっか、積もった。積もったらもう。積もったら、あれだから。だから積もってんしてんす、多分。ツーワンウーワンで。いや、もうこれリーチでしょ。リーチでいいんじゃないかな。リーチじゃないの。リーチでいいと思うけどな、こんなの。でも、スーワンは順からで、ウーワンが1枚、ないか。順からか、両方。あー。だからもう首曲がっちゃってるもんね。どうしよっかな、みたいな。そう。まあ、ど真ん中どころではありますもんね。あ、出た。ロンダ。やっぱしょうがないです、これ曲げれないもん、これだないなと思いながらスワンコ転敗だけれども、まあ、すごいな2000点、まあ、これはしょうがないですね。そう、なんか打ってる人はドキドキするんだろうけど、なんかまあ全部見えちゃうとね、だこっちから見ると残酷を知っちゃうよ、ね、うん、めちゃめちゃ緊張しましたもん、本当に。そうですね。でも、スナンコテンパいいじゃないですか。いいですね。うん、こぎつけただけでも、十分十分。イーシャンテン。素晴らしいですよ。止まりの男がいますからね。今、今日一番惜しかったってことですよね、多分。役満テンパいって、初ですよね。うん。役満テンパ初です。ああ、熾烈な戦い、意外と。これ、ワードラスあるな。何にでしょ、これ。女の三人の戦いになりそう。でも和道さん的にはもう俺も女みたいなもんだからって言ってましたからね。あ、そうなの。女四人の戦いだよって言ってました。どこら辺が女なの。なよなよ。なよなよ。ただのよくわかんないけど。めめしいってことね。めめしいですか。でも確かになんかめめしいね、ダハイが。ダハイがめめしい。めめしい、めめしい。あるんすか。ある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 。麻雀って性格露骨に出るから。露骨出ますね。うん。ちょっととパトロールまではいかないけど、っていうのはありましたけど、でも、今までの打ってきた人のその3回チョンボやるとかよりははるかにいいですよ。ちゃんとまともに打ててるだけで。まあそうですね。うん、まあそうだ。3回チョンボは誰ですか？Z が2回してる。だそれも猫間関係じゃないですか。猫間ちゃんの男はね。あ、そうなの？元彼なの？元彼ですよ。元彼じゃなくない？え？付き合ってはないですか？セフレ誰がですか？セイジさん。いや、付き合ってありますよ。元彼です、セイジさん。そうなんだ。なかなかの、じゃあ、アバズレなの？アバズレですよ。あのね、和道さんと別れた時の彼氏。うん、あ、そうそうそう。だから、セーフティーネットみたいな。補欠みたいな感じで。ああ、なるほどね。セイジさんは補欠みたいな。だから、フワシの肉便器ってことでしょ？なんてこと言うんですか？ね、フワシの肉便器。なんねえ。3人としか見えてないけど。もう一人誰ですか、うん、は、金梅さん、前に。ええー、一番最初だよ。一番初めに。金梅、はい、付き合ってたの？付き合ってないです。やっただけ？やっただけです。うわ、よく生きていけるね。だって一番最初、自分が、あんな岩みたいな男と付き合って生きていけるなんて、もう俺だったらもう自殺するけど。なんかね、お花見開いたの、俺が。勝手に来て、勝手を持ち帰りして。されたの。それで売名して、みたいな。のし上がってきた、万のしか。マンコってなんですか？マンコでのし上がってきた。そう、マンコでのし上がった女だよ。でもいいですよ、そういうのは。ちょっと、ちゃんとマージャンがないと、解説だから、ここ。マージャン見ろよってな。いいよ、別にマージャンは。まあ、ちょっと、今なんつでも、ルッカちゃんね、トップじゃん。いや、ルッカちゃん勝ってほしいな。うん。まあ、やっぱ実力通りな形になってるね。うん、そうっすよね。見てて一番いや、いいですよ。いいシャンテンね。うん。やっぱ、リアンシャンテンですね。打牌がさ、綺麗でもパーン打ってる。打ってるって感じ。うん。一番なんか納得できる切り方しますもんね。うん。他の方は割と、えっていう。えっていうのあるけど、はい、まあ、ルッカさん、綺麗な打ち方されてますね。はいはい。まあ、吐くでしょう。メンツオーバーですが。えー、いや、吐くの重なりを見ないの？うん。3メンツですから、広がりを見たんでしょ。勘違いはなんで引くかね。わかんないですけど、まあ、ハイ効率を通ったっていうことでしょうね。メンツを通すよりは、メンツっていうか、あれを通すよりはね。あんなカンチャンなんていらねえよ。カンチャンを通すよりは吐くの。あれなんか、二種なことを言う。いらない、いらない、いらない。これチート、何狙うんだろうね、あれ、あれは。変な並び方してるの、ちょっと見にくいですね、これ。ウッパーピン？
でもパーワンローワンってどの道落とすからいらないよ。やっぱあれはローワン切りでよかったよ。だからチーワン、だって多分あれ中仕掛けるでしょ。仕掛けないのかな、わかんないけど、チーワン抜けるワンチャン見てるってことでしょ。いや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 、後で落とすかもしれないですけどね、うん、いやそれはね2種だわ。っていうのも逆にリーチ来た時にじゃあローワンパーワンどうするのって話だから、まあ、まあまあ、うん、まあ一番あの トップだからってことでしょ。言ってることはわかりますね、うん、やっぱそこはね固く打った方がいいよ。でも固まんで ペー3枚とチュン2枚あるから別に降りることは簡単ですよね。まあね、うん、まだチュンが出てない。さあこれ泣くのか泣かないのか。泣かないでしょうね。何なんか向こう盛り上がってる。盛り上がってるけど、なんかどうしたどうしたどうした、なんかあった。流星群さんは来て、なんかあったなんか来て、うん、なんだろうね、はい、まあここであれ、あー、はいはい、一番頭にする。でも泣かない方向ですね。そうだね、重なったらなんとかしようみたいな。あのカンチーワンの急所を、いや、あり得ると思います。まあまあ、そういう思考だよね、はい、うん。パトロールの手ではないです。面白いな、これみんなの。ね、面白いでしょ。ね、全員見れてるとね。はい、これ切ったらあそこに刺さるなみたいなとかわかりますもんね。カンチャンズっぽし。いいところ。まあこれはリーチでしょう。さすがにリャンウッパッソ。さっきも三面ちゃん、あ、リーチ切ったわ。さっきも三面ちゃんダマでなんかやったんですよ。三六九ピン。これはリーチ。メインピンドライチ。さあ来ましたね、リャムパッソーのリーチですね。メンピンドライチョー、綺麗だな、ああいうのめっちゃ好きだな。うん、ただやっぱスーピンが欲しいなって思っちゃうね。うん、さあここどうする。ちょっと待ってね、イーバン現物。あーでもこれ八百長しかほとんど聞いてないですもんね。出ます絶対出ますよね。まあ積もるでしょ。ああ、まあ、強い男だったらドラ積もるよ。女です、女です。女です。めめしい。女、彼女が言ってますからね。全然女。めめしいって。あ、いく、あー出るか出るか、あー止まってる止まってる、あー出ちゃった、出ちゃった、ローン。さあ裏あるか、裏あればありそうだけどね。あらー、やっぱ女だからないね。ちょちょちょ、何それ。やっぱここで勝つ男は漫画よ。まあ所詮5人止まりだわ。男じゃないし、うん、5人止まりだわ。もうなんかフェミニスト団体から抗議が来そうな。普通さ、ピン振って3割だっけ、33%裏乗るんだけど、その3割引かない弱さよ、ね、でも逆に言うと 66% 引かない、ないから。いや、やっぱ三髄の男は引くよ、ね。何三髄の男って。三髄の男は引くよ。三髄弁なの。勘って書いて男の方は。そうそう、三髄の男は引くよ。ちょっとよくわからんけど。やっぱ気合が足りてないもん。気合なの、気合が。裏ドラは気合。そうだよ、当たり前じゃん。もうようわからんくなってくるよ、ほんと。確率でいきましょう、確率で。ちゃんと、現代麻雀らしく。お、これでまた点数が、はい、点数見ていきましょうか。平田くんになったんじゃない。そうですね、ルッカさんが、まあ、35,800 で、まあ、硬い女だね。うん、いやこれワドさんは3着か、え、ちょっとひどかったね。ランさん8勝8敗か。いや硬いよね。8勝8敗、1枚足りなかったね。ね、ちょっと今の和道の運送切りは謎。結構謎ですよね。うん。ん？だってメンツ全然まだできてないのに、あんこ落としましたからね。あんこって切っちゃダメなのよ、基本。え？運送切ったの？そう。運送切りましたよ。あんな、ところから、まあ外すならね、ペンチーソー。わかんない。だからね、和道さんの捨て牌には、すごいみんな、
共感する人がいるから。なんか信者がやっぱ、あ、そうなの？いやいや、その時、詐欺師は信者作るのうまいんですよ、本当に。どういうことですか？あんなとこの嘘を切って、わかるわっていう。いや、わかんないよ。だから、いろいろ考えがあるかもしれないでしょ。もうピンフ決め打ちだよ。いや、もう、あ、これはもう頭だみたいな。そう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 。それは嘘切りだろってみんな言うんですよ。なぜか。なぜか。和道さんのね、和道さんの切りが、うん、なんか言うの。すごいからね。だから嘘もなんか意味あるんじゃない？わかんないけど、僕には。今の切っちゃいけない感じだったのか。僕らレベルで言うと、普通は切らない。僕らレベルで言うと分かんないけど、邪魔なものがもっといっぱいある。もっと上の人は分かんないですね。僕レベルみたいな低い麻雀覚えたての人は分かんない。チーソー積もんないと。そう、どの道あれペンチーソーって外すから。絶対かんペンちゃん落とす。逆に、ね、それで狙い撃ちするの、このチーソーとかを。この青白猫だのチーソーを。いや、わかんないじゃん。だって、何が見えたなんて、だって。そこまでわかるの？いや、和道さんレベルだったら見えてるかもしれない。見えてるかもしれないね。なんか変な念使いんじゃない、投資能力。もうそこまで言ったらもう。これ、まあ、チーソー積もってきたら謝るけどね、さすがに。すげえな、つって。確かに。どこのターツ外すのか。そうなんですよね。うん、どこか映さなきゃいけないんだろう。これはちょっとなぁ。つまんないね、この手は。ドラねえし。安いし。ドラに。楽しそうだ。ただ楽しそうに麻雀してるな。うん。でもなんかね、これ、ルッカちゃんが決めれば、トップ硬いね。そうですね。そうでしょうね。ここ行ければ、そう、ここをどうするか、ちょっと見物。ただ、ラス前ですからね。なんか安くてもいいから、もうルッカちゃん。だってこれ、マンツぐらい、マンツもぐらいでまくられちゃうよ、全然。ラス前で。いや、俺だったら行くね。っていうの。これ行くでしょ、こんなもん。とりあえず、パーピンキューピー外すよ、んなもん。急便からですね、これ。うん、さあ、どうする？急走いらないのか。で、これで本当だったら、でも3面待ちのリーチかけたら、ワドはね、よかった気もするけどね、さっきの。うん、で、急走頭にして。わかりますよ。うん、コロナ波及を残して、さあ、リャンカンを外す？リャンカンとかは分かんなさそうですよね。まあ、いいですね。ここで、キューピン切って、さあ。でも結構ちょっと最後まで気が抜けたいような、展望状況ですよね、うんうん、場所は。そうだね。だから、ま、ゾーメンタさんがちょっとへこんでるけど、あとはマンツモ条件ですもんね、全員。うん。うん、ゾーメンタさんを役満見せてほしいですね。役満出てほしいな。そういう切り順するの、うん、どうなんです、今。お、スーピン切りですよね。そう。結局、三面ちゃんのピンフ、タンヤをすごい。うん。あそこで嘘を切った和道さんは正解だったかもしれないよ。こうなってくると。うん。まあ、高いからね。ペンちゃん、ペンちゃんの街だったから、僕。いや、和道見てるとね、三面待ち大好きマンだ。三面待ちしますよ。三面待ちはみんな好きですよ、その。大好きだね。三面待ち嫌いな人いないでしょ。さあ、和道の三面待ちリーチ。サブロッキュ、ん？リャンパーワン。リャンパーワン。まあ、これは勝ったでしょ。まあ、純正三面ちゃんですね。何をピンクでしょ、面単ピン赤一丁って感じの、面単ピン赤ドラか。三はもドラなんで、満角、うん。あ、でもこれでね、まくれる。そうだな、なんか。さあ、逆襲の和道が。まあ、積もったら羽までありますから、これはリーチは当然。ドラ。え？積もったら跳ねまんですね。ヤンマン出ちゃう。
嘘でしょ？いや、でも G1 の方が先に行けないか。ん？ちょっと見えない、左が。3か、あれ。え、でももうゾメンターちゃんは行ったところ、もう降りたところでみたいなのがあるから。さ、ささしし5なの形？ 2、3、4。2、さし、さし5。ちょっと変な並び形するなぁ。だからまあ、瞬図瞬図で並べたいんです。なるほどね。でもまあ、リャンワン、チーワン、キッ。かわいい。まあいいんじゃない、うん、急走パースを外すのはね。そっちの方が、まあ回せるよ、和道には。うん、確かし。でも、リャンウッパーねー。出ちゃうよな。あ、勝てるか。あんなの、こんなのゾメンタちゃん。うわ、来た！で、パースを。パースを切って。パースを切って。嘘でしょ。えらく回避したね。嘘でしょ、今の。っていうことは、今6枚出てるから、残りは6枚ってことか。もう、リャンワンでも余ってるもんな、あれとか。余ってます、ね。どうするんだ。リャンワン止めてんのかな実は。危ねえな、って。リャンワンに入ってますね、完全に。なんか入ったら、ちょっと危ないね。ここよ。積もらない。まあでもあと30以内には来るでしょう。さあ、スーピンは、ああ。まあ、現物だね。ヤンワン出るだろ。なんか入ったらだってヤンワン切るでしょ、今。今7枚ですから、残り5枚行き、5山ですか。うわ、結構残ってるね、山に。いや、だからね、本当はパースを切っての観浪湾の方が良かったのよ。まあ、これは和道さんでしょうね。順当に考えると。そう、何のために急走切ったのって話はね。来ないなぁ。そうです。急走切ってパスだけ残す。うん。山号。あれやばいんじゃないこれやばいんじゃないリャンワン切りそうだけどなぁ。やんぞ。お、いったー！そう、これ止めてんのかな、これいい嗅覚してますね。まあ全部三蔵現物だしね。うん、まあ回してる回してる。うん。ただリャンゾー。結構打てるじゃないですか。全然、これセンスありますよ。リャンワン切っちゃうかと思ったけど。うん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 。打てる打てる。すごいすごい。さあ、積もらない。積もらない和道。おぉ、これはさすがに切っちゃうんじゃないのか、これ、いや、リャンゾーでしょ、でしょこれは。これはリャンゾーを切って、で、これリャンウソ、リャンウワンでリーチとかあり得る。リャンウワンか。お。おぉ、いいね。あ、黙る。いや、黙でしょ、こんなの黙る。そうだけど、当たり前の普通なんかリーチしたがる人多いじゃないですか、こういうのって。まあまあまあ、いや、大したも、大したも。ダブロンありますね、ダマだ。うん。僕も、ダマだけど。ダブロンがある。普通に、うまいっすね。うん。かわいいし。これ。え、でも、ゾメンタさん9600でしょ？そう。で、リーチでいいじゃん。いや、そうっすよね、もう。確かに。あげるしかないですからね。うん。いや、これ、ダマる理由なんかある？俺、3万点持ちぐらいかと思ったら、全然違うじゃない。あいちゃーん、おーい。ルックさんは振らないんじゃないですか、うん、硬い女だから。硬い女だ、ね。鉄マン、鉄マン。大丈夫、大丈夫。硬い女でいいんだよ。これ積もったら強いけどね。リーチでいいんじゃないかな。すーわ、いちゃーん、うわー、これはねー。でも、これだったら、サブローワン待ちにするか、いや、普通だったら、リャンワン切っちゃうよね。うん。サブローワン待ちにするか、スーワン切って、でも、三枚持ちのリャンウーワン待ちにするかってなったら、ちょっと。迷うな、これ。いや、本来だったら、リャンワン。まあ、でも、スーワン切るしかもないよ。ですよね。いや、普通は、スーワン、チーワン。だから、でも、サブローワン待ちの方がドラ受けもあるから、と、お、スーワン行くか。行きそうだけど、このまま。おー、いた！だったらリーチだよね。だったらリーチだよね。よいしょ、通した。ちょっと面白いな、これ。さあ、リャンワン。さあ、和道の顔がね、曇ったよ、今。和道さん。3万切れ。そんなわけないだろ、そんな。3万切って、スーワン、ウーワン待ちにするってこと？イーワンと。そんなわけないじゃん。ドラ切って。やるねえ。どん、確かに。おー、しかない。いやいやいや。これ、あ、一発。数は中筋なんだね。うん。
お、ああ振り込んだ。ああパワーワン出ちゃった。これはしょうがないよ。まあこれ頑張ったよ逆に。頑張った頑張った。大したの大したの。しょうがないですね。怒ってる。かわいい。しょうがないしょうがない。かわいい。だいぶ壊してるよ。いやすごいす、いやこれはしょうがないもん。まだしょうがないですね。なんかめちゃめちゃ回しましたもんね。リャンゾー、サンゾーのね、多発外したの。あそこで回して、中筋読んで、リーチまでこぎつけて、うん、っていうのはもう、何も言うことないですよ、これ。三、うん、面ちゃんにここまで食いついたら、何も言うことないですね。いや、大したもんですよ。うん、うまい。なんでこの人偉そうなのね。でもうまいって言うと、褒めてるじゃないですか。大したもんですよ。なんでそんな大したもんじゃないですか。大したもんだったでしょ。王子様さんがうまかったよ、あれ。いや、そんなことはないけど。いやいや、そんなことあります、あります。大したもん。いや、でもすごいと思った。いや、そうでもね、うん、僕よりうまいですよ、全然。いや、俺、リアンワン切っちゃってるかもしんない。まあ、ありえますね。ありえるね。リアンワンよく止めたな。だってやっぱ自分の点数見たらさ。行くしかないですもんね。うん、ってなっちゃう。よく回して。いや、よ、本当によく回したと思った。これが何？あれなんか、一番レベル低いと思ってたタグが一番レベル高いんだよ。意外と。意外と今のが高かったっすね。一番レベル高いですよね。今のすごかった。お、掃除がいっぱい。100点差でバドさんがまくった。おー、これはね。まあもう、これ誰がやったって同じになります。これは強いね。でもこういう誰が打っても同じような打牌が、切り順でセンスが出ますけどね。何から切るか。そうそう。ドラガリアンピン？はい。皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。100点差か。え、これオーラスですか？うわぁ、100点差ってすごいね。さっきも100点差でしたけどね。あ、そうなんだ。佳境ですね。バドさんも多分本日いらないけどね。そうです、上がれば勝ちですからね。でも役ないからね。まあ泣いて泣いて、バカ本で全然いいんですけどね。100点差でってことですか、ルッカさんが、まあ、ちょっと100点で。うん、やっぱね、硬いんだけど、やっぱ勝負どころでやっぱいかないと、やっぱこうなっちゃうよ。結局この曲が勝負どころってこと。いやいやいや、俺さっきの手が勝負どころだと思ったもん。でも三面じゃん。まあ仕方ないと思う。だって分かんないじゃん、三面じゃん。分かんない。やっぱドラドラあったから、これ分かんない、行くぜでしょって。これ100点差で負けるのね。悔しいですよね。悲しいよ。うん、で、結構固く打ってての100点まくられるっていう。うん、だから、ゾメさんがやることがなくなった。もう100万狙うしかないですもんね。いや、100万狙う。遠いっすよね、でも100万も。ただ入ってこない、ツモが。ツモが効かない。ただ、シャー切って、あ、とりあえず、リーチでも行こうかと。そういう構え。これちょっと熱い勝負になりましたね、100点差。100点差でめちゃめちゃいい勝負。でも、青白さんも、マンガンで。マンツモじゃ足りないね。マンツモだったら足りる。マンガン出上がりだったら。え、だってそしたらさ、うん、マンツモだったら。マンツモだったら足ります。足りないでしょ、だって。足りる足りる。和田さん親なんで親かぶ。え、でもルーちゃん。足ります足ります。足りなくない？足りる足りる。4000と2000減るから3万3000で。足りる足りる。3万5000までいきますもんね。あ、ツモで。え、でも、100点足りないじゃん。で、足りる足りる。なんで？ツモだったら、ワドさん4000。マンガンツモってことは、子に対して1万点開いて、親に対して1万2000点開くから、うん、もう絶対足りてます。あー。絶対足りてる。マンツモなら、あ、そうなの？ちょっと2周ですね、その、展望、オーラスの展望状況。あ、そっかそっか、そうだわ。確かに。2000点減って8000点増えるわけだから、ここに対しては。うん。親に対しては4000点減って、8000点増えるわけだから、1万2000点。じゃあ、青白ちゃんも、マンツモで。マンツモ条件ですね、青白さんは。うん、頑張ってほしいですね、ちょっと。これ本一か。両方応援したくなりますが。本一。うん、両方って誰ですか、誰と誰の両方ですか。ワドさんもルッカさんも青白さんも。そう。全員応援したくなるから。さあ、これは、
うん、ペンチーワン。ペンチーワンでテンパイでは。行くのペンチーワンで。いや、でも、これで行っちゃっても、リーチドラドラ。え、足りないじゃん。で、積もって、まあ、8000点には行きます。あ、積もれば。うん。あ、積もれば1位か。積もれば1位。リーズも。リーズは赤ドラ。確かに。まあ、出上がりでも裏でも乗って、うん。いや、そう、出上がりだったら、状況だったらダメですね。だから、積も条件。まあでも、まあでも、そうか。そうだね。そうですね。もうここは行きますよね。で、見逃して積もると。はいはい。C1。見逃し。まあ、こういう時こそオープンリーチ多分するんでしょうけど。それだったら。僕らが。まあでも、山さんだね。うん。山さん。さあ、和道さん。T シャン店か。まあ、ローピン。ローピンが1枚よ。まあ、どの道だよね。一周回したみたいな感じなんですかね。でも他の人がルッカさんとか振るかもしれないじゃん。わー、積もった一発まさかの青白さんが1位すげえ素晴らしい !2 位一発積もドラドラえ、すげえすごいじゃないかわしたいや、すごいね裏はいや、これはすごいわ。シャアだからペイだね。ああ、なしでもまあ関係ないから。すげえこっからの1位すごいまくったね !2004 戦。なんか、逆転劇多いね。すごいですね。いや、大したもんですよ。いやめちゃめちゃ盛り上がる。まあ、一発なくても、まあ、まくったね。どちらしろ漫画ですもんね。すごいわ。今のはね、脳汁出るね。はいはい。すげえ。きたーっつって。これは、スポーツモンスターね。ああ、拍手してる、拍手してる、周りが。リーチ一発、スモドラドラ。素晴らしかったですね。ちょっとなんか、ちょっと呼んだ方がいいんじゃない？いや、これは鳥肌だね。青空猫ちゃんに逆転。あ、負けたよ、彼氏。え、今、え、何位ですか？ 3 位。3茶。3位？うん、3茶だから。3茶？いや、でも、ん？ 2 茶でしょ？いや、3茶だよ。あ、そうかそうか。あ、2茶だ。どっち？あ、そうだ、親かぶりだから、3茶だ。3茶。3茶。うん。だから、硬い鉄板。今、しょうがないから。いや、1回3で負けるとかっぽいっすね。まあ、仕方ないよ。だって、和道だもん。いや、あんだけすげえなんか俺めっちゃうまいよみたいな感じに言ってたのに、負けるとかもうちょっともう信じらんないっすね。サンちゃんの男です。サンちゃんの男。いや、まあ、2着だったらな、まだ。まあ、敗者復活あったけどね。でも、まあ、所詮それぐらいの男と付き合ってるってことよ。どうしよう。いや、最後の最後のトップだったから、ギリギリ。いや、最後の最後っていうか、起きたじゃん。逆転のリーソクズモ。リーソクズモさん、どうぞ。ビール持ってたすいません。どうぞどうぞ。見せましたね。見せましたね。でも何が起きてるか分かんなくって。でも最後、ちゃんとリーチをかけて、はい、まあ、積もったら、リーチドラドラの、赤ドラの状態で、積もったらトップだなと思ってリーチかけた。いや、何も聞かずに何も考えずに。もうとりあえず、とりあえず、そう、上がりたいと思って。いや、だからもし T1 が他から出てたら、ローンって言ってたの。多分それで足りなかったよね。でも、ニチャにはなれるから。ああ。最悪でね。わお。でも、積もって、まあ、一発はいらなかったですけど、うん、積もってトップになったという。いや、なんか本当にもう麻雀ほとんどやったことがなくて。あ、そうなの？そうなの？だから、めちゃくちゃ遅かったじゃないですか。何のためのチャイナドレスなの？いや、もうこれはとりあえず、こう、見せとこうみたいな。あ、そうなの？いや、そうですけど、なんか、多分、1回戦、2回戦の中で。まだずーっと残ってるね。悲しい、悔しがってるよ、あれは。うん。でも相当悔しいと思う、うん。見てて、ちょっと、ごめんなさい、はい、舐めてましたけど、3回戦が一番レベル高かったですけどね、見てて。そうなんですか？はいはい。全然。いや、もう、ひたすら。いや、でも、胸熱だったね、あれ。うわぁ、積もったってなった。ありがとうございます。うん、いや、私もびっくりしてました。最後の最後で逆転劇。はい。ありがとうございます。逆転連続素晴らしかの回だね。はい。割とマジで。私は またやる感じですね。あ、そうです、そうです。もちろん、もちろん。またやる感じですね。で、今から敗者復活戦で、うん、最後の決勝進出者を決めるということになりますので。これ、俺の名前も入ってんの？このアンケート。え？ちょ、これ、もうアンケート受けた。さあ、アンケートしましょうか、じゃあ。ねえ、ちょっと俺もやりたいんだけど。でそんなこと言ったら自分がになるに決まってるんだから。いや、わかんないじゃん、そりゃ。何が起きるかわかんない。トンプーだし、ましてや。うん。ねえ。全然。ただ。言ってくればいいじゃないですか、じゃあ。嘘。これもう、始まってんの？いや、予算なんてダメだよ。あんなの。下手くそだから。下手くそだから。
まあ、今回出て4茶で、ん ?3 茶か。4茶だよ、ラスラス。ラスか。入ってないですよね。王子ない?じゃあ、なんでなんで出したいです、うん、出したいか出したくないか、ね、ああ、そう、コメントでね。コメントでお願いします。俺の麻雀を見たいか。見たいか見たくないか。ああ、そう、リスナーが。でも俺が出ないともう盛り上がんないよ、この麻雀。ほら、出る、もう悠々。うん、もう、盛り上がんない。見たいって言われますよ、それは。出て。出てって。うん、ヤマトの麻雀見たらもう優勝しましたよ、もう。もう出んなって言われたよ、俺。見たい。あ、じゃあ行ってくれ。うん、やっぱそうだ、ほら。やっぱほら、見たいんだから、俺の麻雀。やりたいだけじゃん、ほんと。人のせいにして、ほんと。いや、俺のは文句言わせねえから。頑張ってね。はいはい。すごいですね。じゃあ、ちょっと待っててください。ま、待ちます。わかりました。ルッカさんとあれの方が。すごい。お邪魔してます。ありがとうございます。びっくり。あ、カメラこっちか。私も本当にね、1年ほど10年前に麻雀をやって、ちょっと10年ぶりに昨日猛特訓してもらって、めちゃくちゃゆっくり打てるようになったんです。ありがとうございます。酒が足らん、本当に。酒こっち。酒いただきます。いただきます。これ。いただきます。これはかっこいい。いやー、おもむろこそある、まずは女性がね、レディーファーストで。でも私次、敗者復活でやんの。そうですね。でも、あれも最後のトップだったけど、まあ、親かぶりはしょうがないからね。いや、しょうがないけど、うん、そう、飛び込んだので、タイムラグでなんか。で、結構その、ラストで、おめでとう。ね、おめでとう、すごい。いや、もう。最後のね、ペンちゃんの、まあ、積もったら、積も条件のトップ。うん、あれが飲んだったら、ダメだ。兄ちゃんにはなれてる。あ、これ私は、どうぞ。ちゃんどうぞ、ね。これちょっと俺、もう、女性がね、どうぞ。もう僕、いなくていいんで。それ喋る回しがいないとダメだね。じゃあ頼む、頼む。いや、俺が、どうすれば。いやー、かっこよかった。ね、こうやってね、女の子4人で頑張って。そう。すごい。女の子4人ね。気遣いがね。そう。詰め大丈夫って。そう。優しかった。確かに。そう、優しかった。うん。左でね、カメラ被っちゃうから、みんなで左で繋ごうってね。みんなで左で繋ごう。全員繋ぐっていうね。いや、かっこよかった。いや、かっこよかった、最後。めちゃくちゃ。全然気づいてなくて。でも、点差最後どうしますか聞きますかって言われて、わかりませんその時のトークがかっこいい。かっこいい。いや、確かに。本能で。本能で行きます。本能で行きます。もうわかんないから。すごかった。いや、でも、次、あの、次、決勝ですよ。ペース待ってくれますかね、みんな。いや、大丈夫です。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 ストッピング。みんな優しいですから。右下さんと、せいじ。スーワンコ熱かった。ありがとう。でもなんかもう残ってなかったみたいですね、当たり牌がね。残念でした。スワンコ。そう。やばーい。そんな感じだったんだ。なんかもうね、当たり牌は全部使われてたみたい。あ、なるほど。だから逆にゾメちゃんが、チョンボしてくれて、逆に助かったやつ。そうそう。ドヤ顔でね。そうそう。ドヤ顔で。わかんない、わかんないね。なんかびしょびしょだな、この辺。びしょびしょなんだけど。暴れたのかな、一旦。なんか各ね、あのグループで見せ場があって。いや、本当に今日面白いですね。面白い麻雀で。結構見応えあるんじゃないかな、リスナーさんも。ドメドンマイテム。ありがとう。優しい。地味にここの声が、現場でね、何言ってるかわからないんやけど、あーとかが聞こえるっていう、音が聞こえる。なんかあったのみたいな。はい、置いた瞬間に、うわーそう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 。なんか、泣くがほとんどなかったね、すごい。そう、ドラヨンね、悔しかったんだよ。ドラヨンだったんだ。そう。悔しい。恐ろしい。悔しいね。裏ドラも乗ったらでかかったかもしれない。ねえ。めちゃくちゃ熱い。熱い戦いが繰り広げられている。これ、これは誰の配信なんだろう。これ、よさの配信かな。あ、そうなんだ。あ、切り替えてるのか。うん、今この画面しか多分映ってないやつ。で、また敗者復活始まった。今から敗者復活、そう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 。そういうことなんだ。激アツだった。面白いな、面白かった。めっちゃ緊張したもん。
ドキドキ。100点差だったしな、なんでいける。そう、いや、100点差で、そう。こっちも何でもいいけん上がったろ、みたいな感じだった。まさかの猫タンに全部持っていかれるっていう。もらった。もらった。持ってます。さすがです。アンケおかしいぞって言われてる。アンケがおかしい。アンケ。何が？どうやって見るんですか？アンケ見ましょうか。アンケがおかしい。アンケしました？はい、見ましょう。アンケしてないじゃない。え？何のアンケがおかしいぞっていうコメントが来て。アンケしてないけど、うん、何が？あの、うん、ネットの王子様さんを、うん、を、うん、出すとか出さないとか。ルッカさんに投票したい。ありがとう、ありがとう。ありがとう。え、ちょっと待って、どうなってんの？ちょっとルッカさん呼んでくるね。いや、ボスに。ボス。王子がいない。今休憩中だからちょっとお願いします。はい。お願いします。腹、はい、があるな、この絵面は。いやー、まさかここがね、初戦で全員ここになると思わなかったよね。ね、そう。ばらけたかったもんね。でもよかった。でもやっぱりリスナーさんからすると女性見たいから、最後まで見ようみたいになったんじゃないですか。女性が集まってから。そう、たまたま最後の回だったのね。でもよかった、最後の回で。最初の回で知らない男性陣とだったらちょっと緊張してシーンって感じだったもんね。結構しんどしとったけど、なんか、いざとなると何喋っていいかわからんけど。ね、向こう側がね、その、僕ら音も放送見れないから、普段配信者って、こう、コメント読んだりとか喋ったりとか。わかったわかった。暗記してるわ、向こうで。あ、向こうでしょ。ブースでやってる。あー、なるほど。それで、はい、王子様さん入れてあげてって言ったんだけど、あの、ふわっちリスナーじゃないからダメだって。ダメなんだ。厳しいよね。厳しいな。まあ、しょうがないだ。ということらしいでございます。うん、で、ルッルッカさんは2茶だから、はい、元の、はい、もう敗者復活戦に入ってるから、はい、あのもう一回取り直すそうです。なるほど、すいません。何のアンケなんですかこれ。だから敗者復活戦にもう一人誰出すかっていうのは。ああ、なるほどなるほど。あ、そういうことだったんだ。ということなんで、もう一回来るから、はい、あのよろしくお願いします。なるほど、はい、もう一回来るけど。ちょっとじゃあ私ちょっと、うん、あの次に備えて、あのあ化粧直しした。ありがとうございます。うん、あ、じゃあここで場をつないでる感じなのか。そういう感じなんだ、場をつないで。予算決定。まあ予算決定だよね、それはね。それはみんな予算の麻雀大会だから ね。予算見たいよ。見たいよ、ね、そこは、うん。圧倒的だ、もうこれ森強いって。そりゃそうだよね。どう考えても。いやー、でも。ドキドキ、なんか緊張感がすごかった。そう、すごかった、ね、ドキドキした。俺もなんかお願いしますって言った瞬間にちょっと、どっからどう始めるんだっけみたいな。あ、おっぱい一番でかい女の子。あ、ほんとだ、巨乳じゃん。巨乳来たよ、巨乳来たよ、みんな巨乳来たよ、ね、寄せてあげて。あ、巨乳来たよ、巨乳。巨乳来たよ、巨乳好きなの、みんな巨乳好き、ね、巨乳映え、うん、いや、そんなでかいんですけどね。お腹はでかいですけど。あ、今日巨乳さんが。巨乳がいっぱい。巨乳さんもいるしね。右乳さんもいるしね。乳ばっかり。乳だらけって。これダメ、負けた。予算決まりだ。予算決まった。詐欺師って言わないでください。一瞬で流れたけど。一瞬で流れた。やめてよ、本当に。うん。怖い。お札貼ってあるみたいって。何？怖い。あるの？お札？もうちょっとコメントで一瞬。お札貼ってあるみたいって、ちょっとホラー要素が今出てきたんだけど。すごい。右父さん人気。右下さんはあれですよ、決勝戦出ますよ。行っちゃうんで。大丈夫ですよ。三面待ち2回あったからね。聞かなかった、全然。もう本当に何を待ってるのかとか全然わからないから。わかんないよ、ね。だから。え、しかも一番わかんない。あれが一番わかんない。何がいいですか？あ、私もう大丈夫です。もう大丈夫。うん、コーヒー、ピー。ビールいただいてもいいですか？歯医者のビールを。いや、どんな感じですか。もう悔しいです、僕。いや、でも、はい、一番レベル高かったですよ。マジですか。うん、負けちゃいました。まあ、親かぶりはもう、はい、しょうがない、ね。しょうがないですもんね。うん。じゃあ、乾杯しましょう。乾杯しましょうか。秋田キング。
何来ればいいじゃん。来ればいいじゃん。何聞こない。次何次はね、歯医者。次は歯医者あるからね。まぁ、あ、ちょっと今休憩中なんで。乾杯。乾杯。あ、何もないから。そういうの。いいっす。いいっす。皆さんも KP で。あ、そうか。あ、そう、お酒飲まない。次、なんか一番やべえなと思ったら政治的には誰の誰右岸誰あー。高橋さん負けてくれてよかった。あれこんな上手くないよ。負けたことないけどね、1回ぐらいしか。もう30回ぐらい打ったけど。誰が勝ち上がってくるのさっき勝ったの誰だっけルカさん。え猫ちゃん勝ったんですか。そうなんです。嘘、1位。そうなんです。すげえ。で、ルッカさんが2ちゃんになったんですよね。そうです、そうです、はい。だから、敗者復活戦で1位になった人が、まあ、決勝にまた1位だったのが最後まから3ちゃんだった。最後の最後まで100点差で土俵際ギリギリいっぱいみたいな感じだったけど。2ちゃんだったのね。3ちゃんだったのね。1ちゃんだったんだ。そう。その最後、親だったから。ああ、親かぶり。なんかブロック解除しててめっちゃかかるじゃん。解除しません。誰解除しません。ブロックしてるかなこの人のこと。思わないですけど。解除してあげてください。ブロック解除してってさっきから来てるけど、うん。なんかやらかしたんでしょ、でもその人も。エロいコメント打ったんだろ。パンツ見せてとか。それ久しぶりやな。俺も書こう、パンツ見せて。ねえ。パンツ、案件に応じて入れろ。いや、俺も入れてって言ったのよ。入れたんだけど、今回は、ふわっちの会のトップを決めるから、それ入れてあったら、その他にも、そうですよね、ツイキャスとかで出してって言ってくれてる人いるのに、うん、王子様さんだけ優遇しちゃうと、そういうことになるから、うん、入れれない、入れたいんだけどね。あれ、ネトブリってインスタライブでしたっけ？うん。じゃあ、17？ ツイキャスじゃないですか。ツイキャスか。多分、確か。うんインスタライブそう、ふわちはいだから、これも入れてあげたかったけど ね。こうやって見えるんだね。でも、28日に、全部統合の今年の最強を決定する、麻雀大会やりますんで。すごい。飽きます飽きたいっすよ。いや、悔しいっすもん。なんか、もやもやしますよ、これ。うん、この終わり方。次野菜も今度するんじゃないかな、わかんないけど。でも、まあ、僕主催でやりますんで。お、ぜひぜひ、呼んでください。よかったらね、皆さん見てください。はい。あ、よかったら来ます？来たかったらどうぞ。いや、見学に。見学に見学はいらない一位だよあ、ルンカさんが着席しました。お、はい。ですね。さあ、じゃあもう、あれ、ちょっと待って、ヨッサンのこれ危険なんじゃないの？あれ、なんでヨッサン出てんの？ヨッサン。あ、アンケートで、アンケートで、やっぱ、してるなひまわり。だからよっなるほどね。主催ですからね。うん。4茶だよ、でも。俺出した方が良かったんじゃないの出たいんでしょうずうずしてるでしょ、もう、山田さん。だって、お前、できん食らってるからね。出場禁止っつって。なるほど。こっちが放送画面になったやつか今こっちこっちこっち。一応右上ですけど。右上、はいはい。さあ、じゃあ、敗者復活戦。メンツがパルパルさんに、中ちゃんさん。で、ルッカさんにアンケで、よっさんさん。という形ですかね。ちーちゃーパルパルさん、25,000点持ち。で、今回、トンプー戦になりますんで、ちょっと早いっていうことですね。はい。でこういう時に、よっさんさんとかが取って、決勝行ったら、なんか他のね。いや、ありますからね。ありえますよね。うん、やっぱり、トンプー戦っていうことは、スピード勝負でもあるし、やっぱね、相手が誰だかわからないから、読み合いがしづらいじゃないですか。だからまあ、やっぱ、強運者ですから、よっさんは。なるほど。持っているということですね。持ってる。そう、トンプー戦、今回だけトンプー戦なんで、決勝は、また、半チャンになりますけど、この、敗者復活戦だけトンプー戦になぜか、するっていうことだったんで。あれですね、なんか、男性陣太ってますね。でも関係ないでしょ。ルッカさんが細いから余計に、ね、細いから。血糖値高めとか言わないであげて。ダメですよね。やめてやろ、そういうの。糖尿麻雀ですね、これ。ルッカさん、そんな高くないでしょ、血糖値は。男性陣でしょ。男性陣ちょっと、そうですね。そうだね。この屋形船だったら間違いなく傾くね、船が。穴開きますね。均等に配置しないと。
誰が親？ん？親は、誰だ？よそ、パルパルさん？パルパルさんですね。はい、パルパルさんちいちゃ。パルパルですね。はい。で、ちいちゃがパルパルさん、なんちゃがなかちゃんさんで、ルッカさん、よしさんさんの順ですね。はい。血糖値対決とか言わないで、高い方が勝ちみたいな、どっちかというと死に近づいてるだけだから、やめてあげて、そういうのは、コメントはね。インスリンの奪い合いじゃない、展望の奪い合いだから、やめてあげて、そういうコメントは。コメント拾わないよ、もう二度と。さあ、ちゃんと手配見よう。手配見ましょう。ね、はい。うん、ちょっと、わあ、いいですね。一寸草待ち、茶草待ち、六球ピン待ち、スッチワン。うん、ウゲリめちゃくちゃ広いですよね。綺麗ですね。中ちゃんさんもいいですね。うん、はい。まあ、ルッカさんも、まあ、ちょっと、サンシャンテン。あ、よっさん。お、よっさんは、うん、いや、こっから本一いきますから。本一いくんだ。うん、よっさんは。染めてくるんすか。うん、バカ本一筋30年。はい。あ、ベタベタに染めてくたんですね。もちろんそうです。はい、かっこいいな。3巡目で本一狙ってるなんて分かる人なんてそうそういないでしょ。面白い。うん。まあ、麻雀のいいところ、性格が出ますよね。そうですね。人間性が。うん。まっすぐだよ、さは。そうです。まっすぐですね。さあ、赤、引っ張ってきましたね。赤って、まあ、浮いてる形ではありますけど、G1 の受け入れを拒否して、ちょっと、おパル引いた。さ、いいですね。いいですね。はい。あ、来た。来た？うん、テンパってはいないので、もう、いいじゃんか。さあ、リャンカンの形。で、まあ、リャンメンの形とシャボーが重なってますが、うん、茶草の受け入れを拒否したという形ですかね。うん、まあ、空切りして。案外、ルッカさんが、うまいっす。うまいです。いや、後ろで見てて、相当打ってるような気がしますが、そうですね。うん、間違いないですもんね。ですね。あの、実はあの、楽屋の方でも打ってたんですけど、ルッカさんがうまかったですね。うまいですね。うん、可愛かった。まあ女性、まあ、可愛さと大事なところね。うん。中ちゃんさんもうまいですね。うまいですね。だから案外この枠パルパルさんはうまかないかな。パルパルさんは覚えたてなんでしょうね。まだ筋覚えたてぐらいのほやほやぐらいな感じですかね。ただこの配信麻雀部っていうのがまあちょっとありまして、はい、でちょっと撤収にかけた。方々がね、はい、まあ、いるわけで、みぎちさん、まさやんさんはちょっと残念だったけど、はい、え、みぎちさん優勝したじゃないですか。うん、はい、みぎちさんは、まあ、決勝ですけど、はい、よさんさん、パルパルさん、うん、はい、まあ、ゆうのさんも残念だったけど、ボロボロじゃないですか。あ、でも、2人上がってるから、はい、あ、そっかそっか。すごい。ブです。ブ。なんか猫マも結構裏でやったら結構役を覚え始めてね。あ、歌えられる。はい。いや、すごい。だからもし、はい、女性陣で麻雀のなんかブスの要因が必要。ブス。いやいや。そう、ブス呼ぶ人あります？いやいや、はい、やっぱり綺麗な女性には、ね、より引き立てるブスが必要かなと思ったんで。また後で怒られるんちゃうの？あんた！ボコボコにされますね。てめえよ！はい。ねえ、ね、また昨日みたいに始まるからやめてやめてもんだもん。穏やかに。うん。いやでもすごいね、はい、あ、上がって猫まちゃんね。あ、そう上がって、そう、すごいスッと上がるから、なんかみんなでリーチかけてね。うん。負けるって、競り負ける。今麻雀の話してます。恋愛の話してます。うん、どっちかな。お、よさ、あ、中ちゃんができてきたかな。あ、できて、あ、うん、テンパってはいないですね。うん、まあ、これは数層切りでしょう。うん？テンパったの？数層切ったらテンパじゃないの？いや、数層なんですけど、いや、うん、自分で切ってるから、あ、そっか。6球腕のノベタンの形なんですが、ただリーチがかかってるので、で一発目が9番を現物切って、ただ、これ、まあ、
出上がりができない形になっちゃったので、まあ、球団現物を切って一回様子見という形でしょうね。はい。まあ、ルッカさんも現物を切って、まあ、吉田さんは現物切らないから、はい。まあ、好き勝手。現物切ったわ。現物切ってた。さあ、こっちの方も、関羽荘の町ですね。結構、天杯の人多いですね。さあ、まあ、数層切れれば、という形ではありますけど、3番も、裏筋、リーチの、リーチ宣言杯前、うわあと、あれですね。うん。予算、昨日と同じ服ですね。だ、ホテル泊まってるから。あ、そう。まあ、ルッカさんの回しは、うん。どうしたもんだけどな、うん、まあ、関羽荘ですが、単野を、の形ですね。リーチ単野を。うん。ただまあ、現実的に運送が、ヨッサンさんが2枚ガミって、ルッカさんが1枚ガミって、で、という形なので、まあ、山に1枚残ってるという形ですか。うん、あ、これ、大丈夫かな迷ってますね。帝王。いや、でもこの形は。行くぞ、行くぞ、これ。あ、うまそう、ね。ぶん投げた。はい、投げた、はい、投げた。マナー悪いですね。マナーちょっと悪いんじゃない、ちょっと。ぶん投げたな、今。マナー悪い。あ、でもこれ、パッソーが出てるから、うん、まあ、リャンゾーが出たら、中筋で出ちゃう可能性もなきにしもうという形ですけどね。まあ、これは数ピンは、中筋になってるんで、E ピン、G ピンが出てるんで。まあ、これは E ピンでしょう。うん。まあ、ウーピンは今取った牌ですからね。さあ、大丈夫か引っかかるから。これ大丈夫かこれ。いい場面です。ワンチャン引っかかるんじゃないこれ。関羽荘。もうニヤニヤしてる。ちょっと笑ってますけれども。ね、ワンチャン、これ出すんじゃないの、ワンチャン。出せー。まあね。よっさん来た。本来だったらパワーの方がまだって感じがしますけど、まあね、裏筋にはなってる。あ ?E1 で降りるか ?E1 で降りる、あ、降りたか。はいはい。もう嘘出る形でしたね、今ね。うん、これ、リャンゾー出したら、うん、これ、勘するかどうかでなってるんでしょ、まあ、勘するでしょうね、多分ね。しますね、これは。でも、リャンゾー出して、パスを出てるから、はい、リャンゾー出して、中筋狙うっていう筋もありますけどね。まあ、勘してもほぼ意味合いは一緒ですけど、うん、なるほど、ただまあ、ドラを乗せて、その裏ドラの、危険性もあるから、プレッシャーはかかりますよね。さあ、リャンゾーの暗冠。シンドラは、シンドラはパスソーですね。さあ、こっちは相変わらず数層の天杯ではありますが、ルッカさん、打ち方うまいですね。縦切り、綺麗な縦切りする。それやられたんだよな、俺の時は。ただ、リャンゾーの暗冠とパッソーが切れてるから、まあ、ワンチャン嘘が切れなくもないんですよね。だそこを、吉田さんが考えたら、嘘切りっていうのは出なくもなくもないみたいな。そうですね。おやりにはそのまま直撃はちょっと。で、このゲームって頓風で、頓風なので、はい、親に直撃した瞬間にもうないんですよ。で、トップを取らないと意味がないゲームなので、なるほど、なるほど。ちょっとかかり気味に行くのはしょうがないんですけど、ただ振った瞬間にもう、ほぼトップはなくなっちゃうので、親とかにね。はい。二件天杯なので、1500点ずつですね。はい。上がり連チャンなので、流れます。すごい。展開が早い。まあ、実質4局しかないですからね。天杯連チャンじゃなくて、上がり連チャンなんで。
この辺りで。はい。わかりました。すごいこう解説を聞きながら。誰か呼んできますか。じゃあ誰か呼んできましょう。誰か生贄を用意してください。生贄をさあ、丸々用意してくるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あれみんな帰るの一旦戻っちゃうみたいな。すいません。おや、レンちゃんだよね。え、天杯レンちゃんじゃないでしょう。確か。うん。上がりレンちゃんですね。上がりレンちゃんなので、今度は中ちゃんさんの親番になりますね。ドラはウーバンです。皆さん、頑張りましょう。解説すぎ疲れますよ。頑張って解説してるから、ちょっとたまには褒めてください。ディスってもいいけど、たまには褒めて。失礼します。はい、どうぞ。あら、いや、行きました、今日。何ともコメントのしようがない人が来ちゃった。よし。だな、俺。山田さん、ありがとうございます、今日。どうでした？もうすごいです、今日は。なんか、優勝って言ってましたけど。はい、まあでも、優勝みたいなもんですもん。優勝みたいなもん。3位だったんです。うん、あでも4茶を取らずに、はい、今日の目標覚えてます？そうなんです。ラスを取らずにチョンボをしない。素晴らしい。山田しかもリーチかけました。かけましたね、はい、いや素晴らしい打敗でしたよ、はい、もう裏で見ててもう僕を超えました。本当まで言ってくれるんですか。間違いない。もう山田さんの全てお伺い。麻雀の申し子です、あなたは。素晴らしい打敗です。東敗山田さん教えてもらったから素晴らしかった。リーチまでかけば乾杯しましょう。10回ぐらい確認しました。そうですよね、かける確認は大事。はい、間違えちゃうんで、うん、はい、素晴らしい打敗でしたね。 ありがとうございます。はい、ケーピー、お疲れ様です。皆さんやったー。さあ、ちゃんと見ましょう。どうでした感想は。楽しかったです。あー、はい、まあ3位、3位ですからもう。でも今日の目標はね、達成したわけですから、はい、達成しました。いやー、よかった。3位もね、ラスト取らないという目標が取れてたわけですから。そうですね、うん、やればできるなっていう。やればできますね、はい、でもなんか裏でこの間4着しか取ってませんでしたもんね、はい、そうです、全部4着だったんですよ、今日3着で。素晴らしかったです、打敗が。嬉しいです、やっぱり、うん、俺ならあれは楽しくない。そんなこと言わないであげよう。もうそんなさ、もう強いんでしょ。強いんだからもっと頑張ったねとかって言ってあげればいいじゃない。いや、初勝利みたいなもんなんだよ、もう。そんな強い人が弱い人をお前がっていうのはもうみんな最初は雑魚なんだ。わかんないんだから。そうですね。優しくしてあげて。うん。余裕を持とうよ、強いんだったら。俺はね、猫間さんがマージャンしたんですよ。うん。で、今日初めてなんですかね。誰が？猫間さんが。打ったのが。裏でやったの。あ、そう。で、ネトプリが、うん、初めてですよね。うん、言うなり上手くないみたいな。ああ、それはね、昨日かな、二日前かな。あさみさんと打ちましたけど、ゆうのさん強かったです。いやー、すごいですね。仲間外れを切りましょう。って言ってるのに、はい、55667の形から、うわーってそこしか見てないでしょ。そうなんですね。全部いるから、みたいな。浮いてる愛あるから、ね、見えないと、だって、仲間外れなんて。まあ、ポンとチーはね、もう、難しいですよ、まだ。俺は、もう、役を分かってないから、ポンとチーはもう、もっと、もう、先々。絵とかで見てるんだ、一体。分かんないですもんね。もう、しょうがないですよ。みんな最初分かんないですもん。数字とかも読めないですもん。うん、分かんないね。ちゃんと、解説しましょう。はい、1、2、3、4、5、6、あれ、これ、ちゃん、パルパルさん、これ、何泣いてるのこれ。ペー泣いてる。あ、薬、赤一丁って感じですかね。ちょっと全然見てなかったけど。薬赤一丁って感じかな。はい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 。で、中ちゃんさんも、まあいいですね。ルッカさんも、まあいいですね。これ、つながりそうな手配ですけれども。ヨッサンさんも、あ、いいですね。マリアンシャン、イーシャンテン。はいはいはい。さあ、テンパりました。9番9ピン。いいですね。まあ、2枚、2種4枚ですけど、丸行きですね。
Q1、Q ピンで、まあ、テンパりましたが、ヨッサンさんが1枚使ってるから、残り3枚ですか、山に。うん。へ。役が分かんないとね。うん。じゃあ、誰が呼んできて。あ、はい。はい。はい、失礼いたしました。はい、全然見てなかったですけれども、ちゃんとやろう。はい、Q&Q ピンのパルパルさんの天杯。ただこれ、薬杯赤一丁。2000点の町ですけど、ただね、トンプだから、うんうんうん。全然、おかしくはないです。あー、よっさんさんもいいシャンテンになりましたね。スッチャスあたり引ければいいですけど、シャンテン数は下げることはないでしょう。リャンピンを自分で切ってるから、これ、変えたら、振り手になるよ。ダメだよ、変えたら。おらおらおら。師匠、3ピン切っていいよ。はいはいはい。すいません。はい。ちょっと思い入れがあるからね。ちょっとこうなると中ちゃんさんのリャンシャンテンもちょっと間に合いそうにもないですか。と、ルッカさんも。はいはい。ヨサさん相変わらずいいシャンテンですね。スチャスを引きたい。さあ、リアンシャンテン。いいとこ引っ張ってきましたね。ルッカさん。さあ、これどれ来ましも。さあ、捨て牌見ないとちょっとこれ、切り順はわからないですけど。ああ、ローは抜ければ残しといて。パルパルさんね、泣き癖ちょっと、とありますもん、ね、でも、トンプー戦だから、なかち間違いでもないですけど、戦い方としてはね、残酷が高い戦いではないですからね。はい。打てるね。はい、繋がりましたが、相変わらずイーシャンテン、ファンゾーですね。まあ残り3枚行きの状態ですか。パルパルさん。キューピンだけヨッサンさんにがみられてる形ですかね。キューピンが山に1、キューワンが山に2。残り3枚のシャボ受け。でもどうでしょう。パーワンが今、2枚川に出てる状態で、中ちゃんさんが、まあ、1枚ガミってる状態なので、Q1を積もったら出てもおかしくない状態ですが、さあ、リ、9ピン出ましたね。ペー赤一丁、2000点ですか。2000は2300。これはしょうがないですね。ちょっとルッカさんのことを舐め散らかしてましたけど、めちゃくちゃ打てる女じゃないですか。うん、早い。リーパイせずに、もう打ってる時点でもうちょっと早いですよ。大したもんですよ。久々見ましたけどね、こんな打てる女性。大したもんですけど。ね、まあ、あれさっき仕方なかったですね。ヤマトより打てるよ。僕より打てるんじゃないですかね。僕、もう、雑魚ですよ。僕なんて。
どうなんでしょう、この親番は、ルッカさんですね、現在。あ、3枚合わせしてる。結構出てるの、まあ、白は一泣きするのかな、おそらくは。本一まで見るかどうかは、リャンゾーか？ポンから。さあ、ヨッサンさん、ポンしていって、ウーピンを切る。ん？ウーピン？ E1 でいいんじゃないのか？はい。まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。はい。ん？ロロナ Q の形からローピン切って、まあいいでしょう、いいでしょう。はい。まあ3統一ありますんで、シャーから。まあ2な、ちょっと、仕掛けは派手ですけど、この状態だったら、トン本一って感じですかね。ヨッサンさんは、これ、トン本一しかないはずなんだけど、でもザンクでもね、十分いいわけですから、トンプ戦ですからね。はい、持ってきました。さあ、いつを見るかどうか。スッチー1691、イスッソの町ですが、町というか、まあ、受け入れですが、親番中、イーソーもスーソーも出てませんし、691が1枚出てるだけですか。この状況どう見るか。ヨッサンさんがマンズを切れないですからね。あまり。キューピンペイ、ウーピン、ウソ、イーピン、パッソーの順ですから、ちょっとこれでマンズはあんまり切りたくないですよね。このバカホン一筋30年みたいなおじさんに。まあ、ということで、チーピン外したということなんでしょうかね。解説。あ、おじさん、ちょっと。おじさん何？え？二周でしたね。何が？え？あれ何だったの結局？映ってないじゃん。映ってます、映ってます。あ、そうなの？ワイプ。声だけなんだ、基本的に。はい。いやいや、左下にあるから、映ってますけど。見にくいや、いいですよ。我々なんて映さなくて。違う。ワイプもいらないですけどね。見にくいよ、これ。いいですよ。向こうの音声欲しいぐらいですけど。ああ。ただ、どうなってんだこれ。なんで、何や、裾切りまた。裾切り、吹き竜だ、三式狙ってんだから。かじゃないだろ。あれ上がったって1000点じゃない。ピンフだけじゃない。もうじゃない。二周すぎるわ。え刺し頃なの形の、三面ちゃんの、3567の形です。4引っ張ってきて数層切りなんてもう考えられないけどね。数層その前にも切ってんじゃない俺。いや切ってないです。切ってない切ってない。3567ってあって数層持ってきたのか。そうで数層切ってんだよ。でそうそれで3層も切ったんだよね。そしたらジャンゾー切ったんだよね。意味わかんないですよ。意味わかるから読み込みじゃないですか。結果論だからな。結果論、結果論じゃないでしょ。結果論。三面じゃん拒否してただから、三式狙うでしょう。そんな、カンちゃん、三面ちゃんとカンちゃんで。カンちゃんじゃないよ、こっちも両面だもんよ。いや、両面もあったけど、カンちゃんもあったわけだ。ない。いや、あった。ないよ、両方とも両面だよ。いや、でも三面ちゃん切るはないでしょう。あるよ。結果の。あれちょっと待って。え、どうなったのこれ。落ちた。え落ちたかも。予算どうなった？テンパイは崩してないけど。予算どうなったんだ？ん？ちょっと待って。ね、予算どうした？え、テンパってないね、確かに。あ、パル染めてんね。だから本一でってことでしょ。
パッパッパッどうしたの染めてんのだから、スーワン、ローワン、サブローワン、リャンワン、イーワンで、まあ、テンパイは来ますね。あとなんで。さあ、これ、まあ、当然そうですね、スチーワン。女性陣までうまいよね、だから。いや、うまい。ね。ね、僕びっくりして。あんまりギャンは着ないとかなんか大したもんだよね。いや、本当に大したもんでしたね。あれは納得しかしなかったですけど。あのギャンは普通出ちゃうけどな。いや、大したもんでしたね。3曲目が一番レベル低いと勝手に思ったんだ。いや、全然一番レベルが高かったっていう。なかなかいい。素晴らしい対局でした ね、 ね、アメリカ TV みたいな感じだった、うん。いや、素晴らしかったですよ。お、中ちゃん。ちょっと悩むな、これな、中ちゃんな。これ難しいな。チュン出ると泣いちゃうね、これね。泣くでしょう。泣くでしょうね。リャンウアンに取るでしょうね、チュン泣いて、さっきの。リャンピン切って。トンプ戦だよね。トンプです。今何曲今、ラス前ですね。ラス前か。じゃあ、ちょっと、泣かないかな。1000点上がってもしょうがないね。いや、あ、そう、泣くと思う。2000点か。絶対泣く。あ、285になるから、パルト300点差になるんだ、これ、あれば。うん、ね、ションパイを切れないと踏んだんでしょうね。ヨッサンさんの切り順とかもう、マンズの染めですもん。爆本表示30年。うん、硬いですね。ただ、トンプーだからちょっとかかり気味でもいいぐらいですけど、半チャンだったらまだね。ちょっとまあ。おー、いいとこ持ってきた。持ってきましたね。これはさすがにチューン行くでしょう。スチワン。強いね。うん。で、ルッカさんの点数今いくつだっけ？いや、もうみんな先生。ちょっと待って。あれ、ダメだ。言わん切ったよ。チューン、チューン、チューン行かなかったよ。ちょっと硬すぎなんじゃないかな。あー。ルッカさん2万1000点。いやー、ラスメか。今行かないかんね、チューン。どうなんだろうな。ちょっと硬いのはまだいいけどね。暴走、暴廃切るよりはまだ。どうだろう。ね、何ションパイ？ションパイなの？うん、ションパイ。ああ、よっさんか。うわー、ひどいねー。でも、トンナンシャーで。え？でも、自分でペイ切ってるから、まあ、要は、その、小三元。ああ。小三元じゃない、小数子の目が、っていうことですけど、ペイ自分で切ってるから、まあ、大数子も小数子もないわけですからね。ね、よっさん、テンパイか。うん、もうさすがにそうでしょ。まあ本一でしょもん。だって最後に上手く。何や、地合い3つ泣いてんの？そうですよ。だから、ペイがもし。ああ、どこにあるんだ、ペイ。だペイ自分で切ってるんですよ。なんで切るの？ちょっと、それ2周じゃない、あれ。いや、貼っちゃったんだけど。ああ、ルッカさん注文ってきた。もちもちになった、これで。出ないだ、これ。ね、ペンさんはわかりますけど、ちょっとペイ切ってるのちょっと寒いっすね。寒いね。泣くんじゃない？泣くの？仕事で。で、ヤンゾー切って。じゃあそのうち？うん。で、イッツってことでしょ。うん、イッツ赤ドラでテンパイ取るってことでしょ。ピン、あの、チンイツで。つがいでしょ、これ。この泣いたら。いや、あるある。しごろで泣くでしょ。いそう頭だよ、だって。しごろ、泣く。んないよ、ちょっと。見えない、見えない。ないああ、つかないね。つかないね。まあ、だから、羽角の状態でしょ。な、リャンズを切って。あら？ん？これ、パトロールじゃないですか、ちょっと。うん、テンパイ取らない。What's new？ ああ、来た。中ちゃん。なんだよ、パル。当たれないから。上がってたのに、今。うわぁ、ひどいね、これ。もうひどいね、ちょっと。あれ当たった当たって、当たって。これちょっと2周だったね。あ、これでおっさん。テンパイ取るべき。あ、これでおっさんトップだ。はーい。本日約8000ですね。全然コメント流れないね。ん？コメントが。トップ取れないから2位じゃダメだった。まあ確かに2位じゃダメなんですよ、ね。2位ダメでしょ、これ。敗者復活戦だからね。ちょっとトンプ戦の戦い方は教えてないから、まあしょうがないんですけど、
まあしょうがないんですよ。そんなこと言ったでも。そう、そういう、まあ、まだまだだなっていうようなことを見る目線で皆さんも楽しんでいただかないと。これ予想上がりはトップか。そうですね。ああ、上がりやめか。はい。と思ってるじゃん。あ、もうこれいけんじゃない、これ。いけんじゃない、これ。予算。はい、そうですね、これ。敗者復活。でも、予選4茶ですよ。何4茶って。予選で4茶で。ああ、そうね。もうしょうがないね。主催者だから。赤ちゃん逆転するにはなんて言うんだ。確かによっさん、いや見えてる、見えてたけど、ペイを自分で切ってたから、うん、その涼しい方の方の、うん、もう一個のペイはね、そうね、パーそんなにシャワーポンポンポンってしたから、ペイ1枚でまた切れなくなるから、うん、それはもちろん切れなくなりますけど、うん、ペイ自分で切ってるから、何がもう落ちちゃったな、さっきの茶草で。でもまだ全然狙える位置にはいますよ。28,800 点持ちでトップが31,500 点でしょ、うん、全然ありえますからね。ザンクリンだ。うん。1,200積も条件ですね。おやすさんさんが親だから。1,200積も条件でひっくり返る。で、ルッカさんがちょっと遠いですね。18,000ぐらいだから、マンツモで届かない、羽ツモでも届かない。これは予算でしょ、と思ってるし。いや、わかんない、わかんない。だって、中ちゃんさんでも、1,200条件でしょ、うん。1,200で、お、お、なんか、まあまあだね、いいね。まあ、出上がり8,000条件って感じですかね、うん、中ちゃんさんも。パルパルさんは1,200ツモ条件。で、まあ、ザンク出上がり条件ですよね。イケイケ麻雀組、硬い麻雀は相性悪そう。逆ね。硬い麻雀にイケイケ麻雀は相性悪いです。大体。振ってばかりで、振ってくれないみたいな。うん、それでもね、ツモばっかしてたら、もう叶わないですけど。ああ、ダメだね、これ。統一っちゃうね。何その、昭和時代に統一はみたいなこと言います？いつとかすっちゃ欲しいのに。でも、中ちゃんさんも、これトップ条件だから降りてる状態じゃないから。うんうん、なんでペン持ってんのかな？ドラだからでしょ。ドラ見てないの。あ、ドラか。はい。もう2週だね、マジで。ドラいらないでしょ、この流れで。どんだけ2週なんですか、一体。お、一歩前進。そうですね、リャンカンの渡りがありますので、おー、予想も、あー、それ、違うな、今な、外側残すの。まあ、一応トップ目でありますからね、分からなくはないですよ。さあ、パルパルさん、おー、ペイを切れば、いや、白でしょ、まずペイ切ったね。ドラだから。うん、ナナちゃんもピンでしょ、ペイ、それで。あ、いいとこしたね。あ、だったら、まあ、ペイ切りますね。あ、いっついいシャンテンだ。さっきは白だったんじゃないかな。あ、ここもいいとこしたね。うん、そうですね。13の4、5、6、7、8、9の5、6、6、2、3でしょ。うん、やばい、いい形ですね。あ、来た。やばいやばい。もうやばいよ。うん、頭ないんだ。ない。まあ、どっかでできるぐらい思っとけばいいですよ、この形。あ、うん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 、まあ、何一人しだけね。刺し頃なの、三面ちゃんを拒否することってあります？パールも近づいてきたね。まあ、長ちゃんだな、これな。イーツーソー持ってきて、イースバー持ってきて。イーツーダマじゃダメなんだよな。ファイル。ルッカさんも、ちょっとこれ、両面を外して、どうかな、ちょっと点数的に単野をつけたいってことなのかな。でも、スーピン引っ張ってこないって感じだから、リーチしかつかないよね。
まあ、積もったら三暗号があるからってことなのかな、ワンチャンで。リーズも三暗号で満貫はあるけど、いやー、ちょっと悩むね、これ。13,200 点持ちのオーラス。厳しいな、これはな。ちょっと厳しいですね。3番狙いだな。だったら数番切りからです。ああ、もう降りてんの？え？降りてんの？ああ、もう予算も、ああ、まだテンパはなんないんだな。頭はないな。もう大体2フルだったらテンパやと思った方がいいです。ブラブラ来たよね。ああ、ルッカさんの目線から、うん、227C のピンズのミサナハハ、うん、で、川が三蔵ミサナハの345あたり引きたいんだな。あ、テンパったよ、パル。ん？パルテンパいで、サブドピン、うん、パルから、あれ、あ、まあ、リーチしたの、うん、まあ、リーチするでしょうね。オーラスだもん。サブドピン。うん。まあ、リーチするでしょう。まあ、当然の選択ですね。さあ、なんか悩んじゃうね、リーチで。さあ、佳境に入ってきました、サブロピン。まあ、メンタンピンですけど、もう十分点数は合ってるので、ルッカさんちょっと苦しいかなぁ。見た目、まあ、リャンワンから行くでしょうが、うん。まあ、アンパイのリャンワンから行きますよね、現物。お予算だ。か、いる？やばいね、これ。短期持ちかい。まあ、ドラ、筋ね。うん、なんだ、逆だったら、話すから。まあ、筋だから。まあ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 。来た。さあ、いろいろと積もってきますね。これ、リーチでしょ。さあ、リーチでしょ。いきますよね。当然、当然。はいはいはい。中ちゃんさんもリーチ。一通で、カンリャンピンね。サブドピン、リャンピン。さあ、行きましょうか。ルッカさん、ちょっとこうなってくると苦しいですよね。ちょっと、アガさんとかアガヨンとかアガにしても意味ないから。いや、きついですよね、ちょっとルッカさんは。3人テンパイだよね。そうです。ああよー、これは大丈夫だ。まあ、行くしかないけど、パッソーか入れ替えってこと？スーピンは1枚出て、パッソーは1枚出てるっていうことだからってことか。でも、チャッソーが出てる分、まだ、パッソー。うん、あ、なに、途中。うん、パッソーの方が、まだいいですよね。スーピンの方から行くんだ。いったいったいった。さっちゃん。これは3人とも上がればトップね。もう上がればトップですよね。全員ね。上がればトップ。いい戦いだな、最後にな。でも、中ちゃんさん、リーチ、いってとかさ。ボンリーでしょ？トップだ。そうですね、トップですね。317。で、パルポルさんもまあトップ、うん。ルッカさんがちょっとね、って感じしますが。うん、あ、行くしかないよね。ちょっと馬鏡、川見ましょうか。ローワン持っててもしょうがないでしょ。いや、当たるかどうかっていう話でしょ。ローワンは危なそうですけど、パッソーだって、遠い目には通りますから、でも、か、下茶の方の、裏筋ですけど、チャッソーが2枚見えてる、まだパッソーの方がいいのかな。うん。うん、まだ確率的には。うん、ローワンは出ないわな、もうないもんな。さあ、結構佳境ですね。これ、誰が、まあ、ルッカさんちょっともう厳しくなりましたけど、3人のうち上がったもんが決勝に上がるみたいな感じなので、まあ、あとは、運転みたいな感じでしょう。運部転部。
ロワン切れる、こっから。あ、ロワン切れる。イーワンか。見せちゃってるし。イーワン自分で切ってるから、もうローワンしかないじゃないですか。あ、ああ、違うか。なんかいい戦いだな。もったいつけるね。ここは降りるのかな、ルッコさんは。リャンピン出てないよね、一枚もね、場には。どこにあるんだ、リャンピン。山ですよ。山だよね。ルッカさんが一枚ガミってるけど、だから山す、山に、あの、泣いてるから、一枚。うん、お、来た負けた、ファール負け。あー、残念。サーロンです、中ちゃんさん。中ちゃん強いわ。素晴らしい。管理アンピン、ビーチ、エッツ。5200点トップ。素晴らしい。そうですね、もうここまで来たらちょっともうこの瞬間の運という感じもしますが、さすが、まあ、さっき6万点持ちからね、ね、2茶まで沈んでるから、ね、素晴らしかったですよ皆さん、うん、じゃあ、まあ、順当に中ちゃんさんが決勝に進出して、決勝の、幕の方が、右父さんで、中ちゃんさんに、誰だっけ、よっさんまくってない、まくってない、あの、中ちゃんさんね。で、あ、聖司さん。聖司さんに、あ、女性の方でしたね。猫さん。うん。が、決勝で、この中で、ハンチャン戦を勝った人が優勝と、いうことになりました。じゃあ皆さん、ちょっとしばらくお待ちいただいて、どうですかね、猫ちゃんさんね。ルッカさん、うまかったね。ちょっと呼びたいね。あの人。ちょっと待っててくださいね。ちょっとルッカさん、ちょっといいです。あと、さっき出てたやつ誰だっけ、ちょっといいですか、お二方、来ていただいて。いや、今の見応えありましたけど。怒られちゃう、山田さん。いや、怒らない。いや、何も怒ることなんてないですよ、こんな雑魚が。雑魚かって。悪口言ってるじゃないですか。僕みたいな雑魚が怒ることは何もないですけど。ルッカさんは、あ、まあ、ちょっと座ってます。失礼します。はい、あの、マージャンどれくらいやられてるんですかね。マージャンですか。はい。年数は結構。俺のだけどね。いいですよ、ほんで。え、年数って言ったら10年ぐらい。ですよね。めっちゃ、ちょっと舐めてましたけど、相当打てるというか。ありがとうございます。素晴らしい打ち回しですよね。さっきのやつはちょっと残念。ちょっとさっきはちょっと攻めすぎちゃいました。大人になれなかったです、うん。いやいや、打ち回し的にはもうオーラスはしょうがなかったですけど、すべて納得できる打敗でしたよね。ありがとうございます。やったー、褒められたー。いや、素晴らしかったですよ。ありがとうございます。あの、女の人だらけの、3回戦が一番レベル低いんだろうなと僕は勝手に思ってましたけど、すいませんね。一番レベル高かったです。 ありがとうございます。素晴らしい、はい、ありがとうございます。うまかったよね、皆さんね。むしろこの中で一番強いですよ。本当に俺が一番強いに決まってんでしょ。俺が、はい、ね、俺が一番強いでしょ。どこら辺がでしょ。本一で漫画上がったじゃん、俺の大得意が。あれ、ね、綺麗だったでしょ、漫画あれ。ねえ、あの漫画はね、渾身の漫画だから。それはバカ本一つに30年みたいな。いやいや、でも、あれはだっても本一でしたよ、完全に。まあ、みんな分かってますよ、そんなの。打ってる人も見てる人も全員分かってましたんで。本一行くでしょ、あれ。綺麗ですけどね。でも最後ね、最後ね、見たけど、
痛恨のチーソーでしたね。あれね。勇気を持って、でも勇気を持ってても、あ、7キロでしょ、誰も。でも、あの、最後は、実際、その、山に残る数とかも、数えて、誰が上がってもおかしくなかったですよ。最後は良かったですよ。もう降りえないですね、あそこまで来たら、はい、あのトップ取らなきゃしょうがないっていう状況だったから、ね、2ちゃんも4ちゃんも同じだから、そうですね、ただルッカさんがちょっと厳しかったですね、いや、ね、ちょっと無理でしたね。うん、だから、まあ、あれはもう、トップから3ちゃんまで、もうめくり合いだったので、差し合いですね、半分もうちょっと。あ、せいじ？鎮痛、うん、俺ミスってたんですよね。ミスってましたね。なんか掃除屋やってたよね。こいつかあっちいつかなんか。でも、しょうがないです。頭パニックっちゃった。鎮痛まだ教えてないですもんね。一緒に勉強してた。優しいやん。間違えてたら、上がってたらしいね。言っちゃダメなんだから。山田さんしか言ってないから。言ってないじゃん、そんなこと。雑魚がって言ってないで、僕が一番雑魚なんですか。いやいや。コメント書いてないけど。書かれた。言っちゃダメだから、そんなマウントの。はあ、じゃあ上がっ、ね、よく成長した、でも。ああ、ありがとう。せいじさん、頑張ってください、せいじさん。俺は頑張ります。うん、大和塾から何人来てんだと。だから、にぎちさん、せいじさん、あと、そのあ猫さん、うん、猫さんはまあ違う方で、うんうん、もう一人誰だっけ決勝戦。ワード。ワードじゃねえ。誰違うでしょ。ね。誰か一人。ネキタグ、あと。で、違う。あと一人誰か。あと誰わかんない。中ちゃん。中ちゃんか。あ、だから、二分一ですよ。二分一ね。中ちゃん違うから。で、頼むよ。うん。だから、ちょっと、熟成だけで、うん、あの、9時で、うん、あの切り合いになったなりましたけれど、うん、なんとか、うん、ちょっと我々のメンツもかかってるんで、うん、あんだけアホみたいに1日20時間も打っといて、いや、まあまあ、そうですね、運なんでね。あ、くるくるしてました。あ、くるくるしてる。運7技3みたいな、ね、更新じゃない。本日は、うん、まだコメント見てない、ね、ふわっちの配信会のナンバーワンを決めると。そうですね、ことで、はい、中ちゃん優勝だろう。いや強いね、中ちゃんさん。でも今日結構早いね。いや、うまいかもしれないけど、強さはワンチャンこっちが強い。あ、せいじさんもある、ありうるわけですからね。うまくはないんですもん。リベンジマッチじゃん。うまい麻雀なんてね、引きが鬼の、ね、そうそう、あの、お支配積もってくればいいだけの話ですから。間違えても積もればいいね。ね、間違えても何でもいいから、もうお支配積もればいいだけのゲームですから、簡単なゲームですよ。フリテンコイトも積もればいいね。はい、中ちゃんさん強いね。いや、強いですね。ね、持ってるね。うまいし、引きもいい。でも、中ちゃんさんより、ルッカさんの方が多分。いや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 。さあ、来ましたか。ああ来ましたよ。はい、ちょっと、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どうでしたか。いやいや、いや、パルのおかげって聞いて、ありがとうございます。皮肉でしょ、それは。いやいや、本当に。いや、はい、いやでも決勝で勝てば黙らせる。はい、いやでも今までで一番そのうまさと点数を発揮したのは、まあ最後まくられてましたけど、はい、トンパツからオーラスまでゲームしたりしたのは、まあそうですね、まあ、まくりましたけど、はい、大したもんでしたけど、だからお二方、顔も体験も似てるわけでございますから。で、右下さんも緊張してきた。はい、ちょ緊張してきたっすよ。じゃあちょっと決勝戦の3人呼ぶ。猫たん、猫たん、今通ってったけどな。緊張するな。緊張しますね。緊張するな。猫たんさんはいらっしゃいますか。あ、こちらにいらっしゃいます。はい、でかさ、ね、この2人の間に座れば俺ちょっとスリムに。ちっちゃいですね。ちょっとちっちゃく。俺もめちゃめちゃデブのはずなのに。めっちゃ一回りじゃん、ちっちゃく見えます、ね。俺がガリガリに見える、ね。ちょっと狭いですけど、ちょっと来ていただいて。僕が一番端っこでいいんで、映らなくていいんで、僕。お邪魔します。はい、
すいません。失礼します。お、ありがとうございます。さあ、どうでしょう。ちょっと一人ずつ感想を聞かせていただきたいですけど。はい、あ、僕からですか。うん、もう、1回戦の時のように、ちょっと誠司さんにまくらんないように、ちょっと。あ、そうですね。まあ、この復活戦ですからね。はい、あと、2人もうまいんで。どうですか、2回戦ったわけですけど。はい。感想というか。いや、結構みんな、レベル高いと思うんですよ。はい、本当か、おい。はい、やっぱありありなんで、やっぱスピード重視で、ちょっと、はいはい、攻めていこうかなと思ってます。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、三石さん、どうですか。まあ僕は、そうですね、1回戦はとりあえず、特にそんな見せ場もなく、普通に勝った感じなんで、決勝戦をこう、ちょっと沸かせつつ勝とうかなって思いますね。なるほどね。はい、まあ多分勝てるメンバーなんで。あ、はい、このメンツだったら。勝てるんで、あとはもう沸かせて。あとは、せいじさんのドラだけちょっと気をつけて。確かにね。せいじさんのドラ爆だけ気をつけて、ちょっと。あれは気をつけないとダメですもんね。つも、つもは気をつけられないですけどね。つも気をつけないけども、せいじさんの缶で、ドラ乗せてくやつだけはちょっと気をつけて、ね。大民間余裕して乗せてくるもんね。あれだけはちょっと気をつければ。気をつけましょう。勝てるはずです。うん、でもまあ、バランス型って感じですね。そうですね。なんか、平均的に多分、普通の麻雀打ってるんで、一回ぐらいちょっと、見せたいなと思いますね。うん、あ、じゃあどうですか。いや、私は本当にこの麻雀も久しぶりというか10年ぶりで、はい、10年間じゃあ歴があるってことですね。いや違います。10年なくて、その前がもうホステスやってた時に、はいはい、ママとお客さんと、うん、でちょっとまあ1年ぐらいもうお酒でベロベロになりながら、うんうんうん、もうクソみたいな麻雀は、はいはいはい、ね、後ろにこう教えてくれる人がいてみたいな、うん、なんで役もちょっとほとんど分かんなくて、もうこの皆さんにちょっとだいぶペース乱してしまうと思うんですけど、いいです、皆さんいいです、めっちゃめちゃにしたら、みんなデブなんで遅いっす、みんなデブだから遅いっすなんて、ね、長考時間だいぶあると思うんですけど、まあ、ゆっくりする分には全く大丈夫なんで、はい、ゆっくり考えていただいて、じゃあ意気込みをちょっとはい、そうですね。また何か起きるかもしれない。そうですね、起こします。素晴らしかったですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、せいさんどうです？まあもう、絶対勝つですね。勝つしかない。どっからその自信が出てくるかちょっとよくわからないですけど。このメンツでは、多分僕強いと思います、一番。うん。いや、多分僕も一番強いと思いますけど、うん、上手いと強い違いますからね。うん、はい。うまくないんですけど。うまくはないけど、強いですよ。強いですよ。これは全員一ですから。本当に強いですよ。運だけで勝ちます。そう星矢を積もってくればいいだけですもんね。はい。じゃあちょっと一回枠を取り直しますんで、ちょっと一回待ってもらってね。ごめんなさい。よろしいですか？すいません。ちょっと決勝戦が延長しますんで、一回枠取り直します。ちょっとお待ちください。タイミングがね。うん、いやー、大丈夫かな、勝ちたいな。この中の